死者の国を支配するハデスは血も涙もないの、それがゴスペルトゥース。皆さんごきげんよう。うー、歌う幽霊花よらかのんです。こんばんは。というわけで本日はツイステッドワンダーランド6章、冥府の番人中編1がやってきたので見る配信。前編がね、もうね、気づけば4ヶ月前ということで、なんかやっと来たな6章と思ってたら中編もまた4ヶ月ということでね。はい、ゴスペルトゥルースでした。はい、というわけでね、そんなヘラクレスからの、作品たちが、というかね、キーワードがどれぐらい出てくるのかなっていうのが結構気になる6章なんですけれども、前回の前編ではね、結構私もね、正直予想斜め上の感じで、いろんなね、ハデス関係、それからヘラクレス関係のね、ワードが結構飛び出してきたんですけれども、今回もどんな感じになるのかなということで、早速やっていきたいと思います。まあ、授業はまだ全然進められてないですけれども、こちらのね、イデアさん、よろしくお願いいたします。それからもちろん、オルト君も本日もよろしくお願いいたします。いや、なんかさまあこれ、全然ネタバレとかじゃないから全然私は OK なんだけど、その花浦の反応が楽しみできましたみたいな人今日なんか多くて何が待ってるんだって話なのよ。私はマジでちょっとここから初見なので、一切そのツイッターとかでネタバレ食らわないようにとか、今日もね、あんまりこうコメント注力して見ないようにするので、万一ね、なんか変なコメント、ネタバレ的なコメント書かれたらちょっと困るなと思ってるので、コメントもなんかチラ見しながらぐらいでワイワイ、やっていただければと思います。さあ、コメントなんですけれども、今日のね、このチャットですね、上には今日は出しておりませんが、ネタバレはもちろん禁止でお願いいたします。匂わせ的なね、来るぞとかざわみたいなのも基本的には禁止です。はい、がまあそれでもね、うっかり書いてしまうという方もいらっしゃると思うので、気になる方はチャットを閉じて、穏やかに、今回のね、ストーリーに注力して、楽しんでいただければと思います。これってさ、解放条件ないよね。大丈夫だよね。なんかさ、今までってなんかずっとなんかイベントの解放条件やんなきゃって、その配信の前にずっとやってたからなんか解放条件あるんじゃないかってなんかちょっと思っちゃったけど、解放条件ないもんな。大丈夫だよな。フルボイスやんな。よし、大丈夫。なんかもう本編の更新が久々すぎてなんか緊張するわ。あ、メリークリスマスそう、今日なんとメリークリスマス、12月24日、イエーイ。もうなんか普通に仕事してたから全然今気づいたわそう、メリークリスマスでした。すっかり忘れてました。というわけで、まあ早速見ていこうじゃありませんか。プレイヤーレベル、まあでも80あれば大丈夫っしょ。一応カンストしてるはずなんで。あ、17話から。あ、すごい。あれ、ステークス研究所ってなってる。ちょっと待って、最初見ようや、これ。うわー、迷宮になってる。うわ、迷宮になってる。迷宮、迷宮っつったらなんかギリシャとかローマとかあの辺の文化なんじゃないんですか。ミノタウルスとか、なんかそういうところから。で、迷宮になってるわけじゃないのか。でもなんかすごい、あ、でもこうやって見るとやっぱりなんかトロンっぽいんだよね。こんな感じのこう、なんか未来感のある青いデザインで、こう、超直線のまっすぐで、こういうなんか柱とかを見ると、なんかディズニー、同じディズニー作品でトロンってあるんですけれども、まあ実写映画っぽいやつですね。半分 CG 映画みたいなのあるんですけれど、ぽいデザインではあるよね。はい、今日はね、どんなお話が見れるのか楽しみでございます。それでは冥府の番人中編1、お覚悟はよろしくて、行かせていただきます。ポチ。でかいね、なんか独房っぽい部屋みたいな、なのかな。リユニオン、驚愕リユニオン。はい、私英語は全く分かんないんでリユニオンが何だか分かんないけど、集合みたいな意味ですか、再会みたいな。はい、廊下。ん、この BGM ってステークスの音楽なのかな。なんだろう、今ちょっと私の耳には BGM 結構小さく返ってるからあんまり聞こえないんだけど。あ、皆さん来た来た。暗くて陰気臭い嘆きの島、スティークス本部へようこそ。これ前回の続きですな。あんたは、いや、久々だな、この本編を一緒に、しかもフルボイス付きで見るってマジで久々じゃない。いでやし、その服似合ってるよ。どうも、
スティークス所長代理、イデア・シュラウドです。ふひひ、はい、お久しぶりです。そうだよね、初見でフルボイスの本編を見るのってマジで5章後編2以来じゃない？え、極端に言えば10ヶ月11ヶ月ぶりとかかな。うわー、もう感覚忘れとるわ。はまあまあそういう反応になるわな。あれ、なんかノリ悪いね。とか嘘とかない。まあそういうのを期待してたんだ、イデアは。ヒヒー、来てしまいましたゾイみたいな感じで来たんだ。驚きすぎて逆に落ち着いてきました。確かにシュラウド家とスティークスに何らかのつながりがあるかもしれないとは話してた。はい、あの3時間のね、中でね、太ももの話と一緒にね。で、あんたが所長代理、何らかのつながりどころじゃないじゃない。確かに所長代理って言ってるからな、そのものやんな。おい、かいわれ大根、まずこの状況について説明しろ。この俺をエコノミークラスどころか乗り心地最悪の輸送機に何時間も閉じ込めたんだ。どころかソファー扱いされとったし。くだらねえ理由だったらそういればにしてやるからな。ぐるるる、怖。久々におじたんのガルル聞いた。歯をむき出す獣人族の威嚇、怖。それについては順を追って説明するから、まずは落ち着こう。この登場人物たちの中ではたった3時間なのかもしれないが、待ち時間我々にとっては4ヶ月よ。いきなり学園を襲撃し、武力行使で強制連行しておきながら、まずは落ち着こう。まずは落ち着こう。そう言われて落ち着けるわけないだろう。首をはねられたいのか。いきなり怒って。被験体 A、 魔法構築の開始を確認。スタンシステムで意識を。あー待って、ちょ、タイムタイム。なんだなんだ。ナイトレイブンカレッジからお越しの皆さん、何か忘れてるんじゃないかな。君はどっちが、いやもう所長代理がナイトレイブンカレッジからお越しの皆さんってもう完全に外部の人みたいな発言するの怖。え、君もナイトレイブンカレッジからお越しの方ではあるはずなんだが。君らが今いる場所はどこ？そんで僕は誰だっけ？え、僕がボスだ。おお、この凄み完全にハデスさんのそれだ。俺がボスだですね。僕に言いたいことをしないなら、僕も君らに言いたいことはしない。 OK。 おー、まあでも優しいところはイデアですな。え、なんだろう、イデアが急に変わっちゃうのかなと思ったけど、どうなんだろう、我々の知ってるイデアのままでいくのかな。兄さんの推奨行動により、みんなが負傷する確率が 56% 低下するよ。いいですね。いいでしょう。今は他に選択肢もないし、おとなしく従ってあげる。うん、まあな。それで無理やり招待したからにはお茶の用意くらいはしてあるのよね。態度と発言からおとなしく従う意志がみじんも感じられない。まあいいけど。あなたもご存知の通りナイトレイブンカレッジなんで、そういうとこなんで。じゃあみんな僕についてきて。はい。ホルト、カンファレスルームに到着するまでにお茶の手配よろ。お茶の手配、了解。お茶ってなんかただならぬお茶なんじゃないのそれ。大丈夫？アニメで言うところのギリシャ風のミルクだったりしない？それはもしかして、イグニハイドの領長イデア・シュラウド君が嘆きの島の番人ということかい？ああ、ここで明かされるんだ。と言っても番人は個人を指しているわけではない。かの一族に属する者の総称だ。確か現当主はアイドネ・シュラウドだったか。アイドネ・シュラウド、初めて出てきた名前だな。いや、彼女はすでに没した。あ、女性だった。現当主はアイドネの息子であるイデアの父が務めているはずじゃ。はい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 、だからイデアのおばあちゃんってことか、アイドネさんが。そうか。人間は本当に代替わりが早い。マレウスはどうなんですかね。リリアは分からんけど。
嘆きの島の番人が組織化され、うん、ステュークスと名乗るようになったのも最近の話だからの。あーそっか、現代的な呼び名だよねステュークスって。よくよく考えればさ、奴らがステュークスとなってからはまだ100年ほどしか経っとらんのではなかったか、うんうん、いや100年はだいぶなのよ人間の一生以上あるんよ。ちょっと待ってください、混乱してきたっす100年リリア目線。レオナさんからイデアさんの実家は大財閥の分家だってことだけ聞いてたんすけど、はい、それは表向きの顔で、裏では嘆きの島の番人としてレオナさんたちをさらったスティウクスのボスやってるってこと。まあどっちが表なのか裏なのか分かんないですけど。おー踏み込んでいく、アイドネシラウドか。その息子であるイデアのお父さんの名前は出てこないのかな。へー、妖精族の中では100年ほどしか経っておらんみたいななんか言うて1年ほどしか経っとらんじゃろみたいな感じなのかな。はえー、はい、裏側ヒストリー見ていきましょう。いやワクワクする、このさ本編が久しぶりに更新されるってこの感覚よ。味わって、じっくり味わっていこう。うん、もうゆっくりゆっくりやっていくわ。なか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 味わえないからなこの楽しみ。ああ、嘆きの島の番人は今でこそ都市伝説のような扱いをされておるが、はい、かつて魔法師が魔法使いや魔女と呼ばれていた頃、はい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 、はい、奴らの存在を恐れぬ者はいなかった。かつて、いや今でこそ魔法師養成学校とか言うてるからには魔法師で統一されてたのが、まあ童話的な話の中では魔法使いとか魔女とかだったってことか。そうだよね、だってネッサの国の魔法使い魔法使いが我を忘れて力に溺れるとき、嘆きの島より罰が下るとな。魔法使いが我を忘れて力を溺れるとき、それはやっぱりオーバーブロッドなんじゃないの、今の言い方でいうところの。それの罰を下すのが嘆きの島であり、今の言い方でいうところのスティックスってことか。我が王家に伝わる古文書によれば、かの組織の歴史は非常に古く、起源は神々の時代まで遡る。はあ、まだ魔法とブロッドの因果関係が解明されていなかった時代。これでも面白いね、その全ての魔法使いとか魔女とかの時代よりもさらに遡って神々の時代。それ神々ってのはやっぱりそのヘラクレスの世界観というところの神々であるし、まあオリンポスのに住まう神々たちの話とか、そこにそのかつての話として神話としてこうやって出てくるんだ。魔法師たちの神話として出てくるんだ。なるほど。人々にとってオーバーブロッドとは突然降りかかる厄災そのものだったという。うん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 。その厄災を嘆きの島に封じ、人々に平和をもたらしたのがジュピター家の祖であり、厄災が再び世に解き放たれぬよう万人となったのがシュラウド家の祖であると記されていた。ここちょっと余談ですけれども、ジュピターってさ、よくよく考えてみればローマ神話の登場人物なのよね。なんでローマ神話の登場人物の名前が出てんのかなって思ったんだけど、ローマ神話あんまり詳しくなかったんだけど、ローマ神話でいうところの最高神なのでゼウスの意味らしいんだよね、このジュピターって。なんか同一ってことらしいですね。それも歴史じゃなくて神話じゃない？スケール大きくてケイ君ちょっとついていけなくなってきたそれを言ってくれるのはケイ君だと思ってた。だが探求心旺盛な人の子らは魔法の研究をやめなかった。そして時は流れ、いつしか魔法は安全な技術となり、あーなるほどね、魔法使いや魔女は魔法師となった。なるほど、不安定だから魔法使いとか魔女とか言われてたのが、ちゃんとそれを職業として、 もしくはこう学校で教えるくらい安全なものになったと。まあ魔法石とかもあってってことよな。はあ、今では魔法師免許は国際資格、はいはいはい、人々の暮らしに貢献する国際的にも認められた存在じゃ。だからもっと昔の混沌としていた時代か、その歴史を語るのがリリアなの、いいね。魔法を悪用し人々を苦しめる魔法師を取り締まる法や政府組織も次第に整備されていき、
いつしか嘆きの島の番人どもは歴史の表舞台から姿を消した。だが彼らは嘆きの島で厄災ブロッドの研究をし続けていた。非政府組織ステュークスとして。現代の形になったってことか。リリアはこれも生き証人やもんな。イデア・シュラウド、彼がシュラウド家の子息であることは我々も把握していたが、シュラウド家とステュークスの密接なつながりについては初耳だ。ああ、そうなんだ。私はあらゆる魔法師の文献に目を通した自負がある。しかしそんな記述を見た記憶はない。それは人間側に残っている文献だけの話じゃろ。妖精族と人間はかなりの年月交流を絶っておったからの。国や種族が違えば伝わる内容も違う。そして書物に残らぬ真実も多くある。何者かの思惑によってねじれ歪められることも少なくない。ツイステッド。それが歴史というものよ。あ、すげえな。リリアが言うと重みがちげえ。ねじれ歪められた歴史、なんだか胸がざわざわする話だ。学園長はイデア・シュラウドがステュークスと関わりがあることをご存知だったのだろうか。知らなかったわけじゃないんじゃない。だってさ、オーバーブロッドするたびにさ、そろそろ彼らがうんぬんかんぬんとか言うてたわけだから、ちょっと薄々思ってはいたと思うよ。少なくとももしご存知であったなら、シュラウド家を通しこのような事態を回避できるよう働きかけることはできなかったのだろうか。だろうか、どうなんでしょうね。学園長には別の思惑があるんじゃないでしょうか。どうだろうな。だが知っていたとしても万人どもを止めることはできなかっただろう。ステュークスはオーバーブロッド経験者であるリドルたちを捕らえて何をするつもりなんだろう。これあのお知らせでさ、ずっとなんかちょっと面白かったのが、オーバーブロッド経験者一同ってあらすじに書いてあるの、ちょっとなんかグループ、なんか謎のグループ組まされてて面白かった。リリアさんのお話を聞く限り丁重におもてなしされているとは思えませんが、良くて精密検査、悪くて彼らの実験対象、最悪の場合すでに生きては。おい、冗談でもそんなこと言うのやめろよジェイド。おお、カリム君が慌てふためくのではなく、あ、ちょっと今のいいな。あ、済んじゃった。あ、押しづらいんよなこれ。押しづらいよ。おい、冗談でもそんなこと言うのやめろよジェイド。なんか珍しいね、カリム君がこの口調で喋るの。っていうかさ、ウミウシ先輩たちの話聞いてて思ったんだけど、あいつら学園をあちこち派手にぶっ壊して目撃者もすげえいるじゃん。動画撮ってたやつとかもいるっしょ。全然組織を秘匿する気なくね。確かに。それともそんくらい後から帳消しにできる手段があるってこと。あんだけ派手にやってたら今頃マジカメとかでめちゃくちゃ拡散されてるはずよね。なんか嫌な感じっすね。レオナさんたちの心配より自分たちの命の心配した方が良さそうっす。ブッチのものの言い方は訂正したいところだが、ある意味正しくもある。嘆きの島の所在地が分からぬ以上、我々は彼らを追う手立てがない。ない。君たちはそれぞれ寮に戻り、妖精の天候、被害状況を確認し報告するように。はい。はーい、まあ、みんな気をつけてな。まあ、何があるかまだまだ分からんから、まあ、みんな心配やと思うけど、うん、あー、ルークは一段とまた険しい顔をしているね。なんかさっきからてんてんてんって言ってるけど、これルークなんかもしかして知ってる？なんか思うところはあるでしょ、その顔。なんだなんだ？オーバーブロッド。まあでも、なんだろう、ビルがオーバーブロッドしたのは私にも責任があるみたいな、責任感の強いルーク出ちゃうのかな。奔走エージェンシー行きましょう。はい。
今来てくださった方々も初見の方もありがとう。花やらと申します。こんばんは。仲良くしてやってな。では行きましょう。あ、かっこいい。たく、なんだってレオナさんは俺に寮を預けるなんて言い出したんだか。貧乏くじっす。ロアドゥレオンは君を信頼しているのさ、ムシュータンポポ。自分のプライドを預けるに足る人物だ。ああ、プライドをね。信頼なんかで腹は膨れねえんすよ。後で高い肉をおごってもらわないと割に合わねえ。そうだね。そのためにも彼らには無事に帰ってきてもらわないと。来年以降のサバナクローの寮長ってラギーにはならなさそうな感じかな。ラギーは少なくともこれやりたいとは思ってないだろうしな。意外とジャック君とかなったりするのかな。来年以降2年生だし、2年生寮長になるかもね。ラギー先輩。おおっていう話をしてたらジャック君。メッセージ読みました。さっき学園を襲撃した連中にレオナ先輩がさらわれたってどういうことすか。ああそうだよ、前回ジャック君一切出てこなかったんだもんね。どうもこうもそのまんまっすよ。レオナさんの代わりに俺が寮の奴ら集めて状況確認するんで君にも手伝ってほしいっす。あ、はい、それはもちろんすけど。なんだかんだ仕事するやん。監督さん、あちこち傷だらけじゃねえか。久しぶり。もしかしてお前らも奴らにやられたのか。まあいろいろと。自分より他のみんなとクリムが。怪我は大したことない。でも我々 NRC トライブのメンバーはオンボロ寮に集まって VDC の反省会をしていたところを襲撃されてね。本当にね、ビルさんがあと一歩のところでルークさんの話を聞けると思ったのに。レオナ君のようにビルとジャミル君、そしてグリム君も連れ去られてしまった。ビル先輩やジャミル先輩まで。そしてグリム君を助けようとした1年生たちが深手を負ってしまった。深手負っちゃった。あいつら無茶しやがって。ああ、1年の絆。私は副寮長の務めを果たすため一度寮に戻らなくてはいけないが、ムシュータフガイ。ムシュータフガイだったか。監督生君と共に医務室へ赴き彼らの様子を見てきてくれないだろうか。ああ、そうなんだ、その役目が。ああ、ちょうどいいや。ついでに医務室にうちの寮生が担ぎ込まれてないか確認してきて、ジャック君。うっす、確認したらすぐに連絡入れます。行くぞ監督さん。はあ、その役目がジャック君なんだ。ありがとうございますジャック君。失礼します。これでもステイ。お、悪いがベッドは埋まってる。そこの紙に名前を書いて寮で待機している。ああ、寮待機。後で用語共有が巡回を。なんだ、お前たちはピンピンしているな。私はそうでもないと思うんです。医務室に何の用だ。おお、先生たちも結構緊急事態に対応してくれてる感じだ。うわ、本当に本編来たって感じだな。ありがとうございます。え、なんかもうあっという間にパンプンポンと進んじゃっちゃうけど大丈夫かこれ。はい、診察パピーズ。パピーズ？パピーズ？パピーズ？って何？お父ちゃん？ラギー先輩とルーク先輩に担ぎ込まれた奴らの様子を見てくるよう頼まれて。クルーエル先生こそどうしてここに？俺のクラスの子犬が2匹担ぎ込まれたと聞いてな。まったく子犬のくせに無鉄砲な真似をして。うん、お前も軽く怪我をしているな。はい、来い。擦り傷程度ならこの俺が手当てしてやる。おお、じきじきに。デュースたちはどのベッドに。元気にしてるか、寝てるか。二人はまだ目を覚ましてないよ。あ、そうだったんだ、まだ寝てるの。エペル、もう起きて大丈夫なのか。おお、ジャックとエペル会話させてくれてありがとう。平気、まだ体がちょっとビリビリしてるけど。お前たちにかけられた魔法の痕跡を解析したが、うん、ほとんどがスタンを目的としたものだった。ああ、攻撃ではなくってことか。
物理的なダメージが大きかったのは戦った場所が悪かったせいだろう。戦った場所とはつまりうちの寮。どういうことですか？あんなボロい建物の中で派手に魔法をぶっ放せば敵にも味方にも被害が出るのは当然だろうが。うん、そうだね、思ってた。1年生に降り注ぐ瓦礫を魔法障壁で弾きながら攻撃魔法を使うことは難しい。おお、結構高度なことやろうとしてたのか。うん、若干一面大釜を召喚してたしね。大釜のせいで、逆に大釜のせいでズタボロ感が増したんじゃないかっていうぐらい。突発的に交戦状態に陥った時こそ冷静な状況判断が大切になる。うん、そうでなければこのように自滅する。ああ、確かに戦ってる間ずっと上から瓦礫が降ってきてたかな。すいません、うちの寮がボロいばかりに。そういえば屋根の上から大釜も、それな、それ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 、魔法で窓ガラスが全部吹き飛んでたね。これだから後先考えないバッドボーイどもは、起きたらみっちりしつけ直してやる。つか屋根の上から降ってきた大釜に関してはもう攻撃対象建物じゃん。大釜で破壊されてんじゃんもう。でも二人はクリム君のために。誰のためであろうが関係ない。バカな真似をする子犬がいれば叱るのもトレーナーの務めだ。なあね、今回は怪我程度で済んだから良かったようなものの、もし相手にお前らの命を奪う気があったら今頃取り返しのつかないことになっていたんだぞ。まあはい、ごめんなさい。まあそうだね。ビルさんはそれが分かってたから1年生は下がってろって命令したんだね。そうだね、そうだね、そういうことだね、寮長はね。まあいずれにしろこれでも生徒責めるのなんかちょっとかわいそうやな。だって普通にさ、どう考えたって悪いのはステュークスのカローンのやつらでしょ。魔法衝撃兵器を勝手に破って入ってきたっていうこと自体が緊急事態なわけだからさ、まあ、生徒はあんまり責めないであげてったらもう彼らなりにいろいろ頑張ったんやからとは思うけど。ああ、こったのばっかだ。負ければっかで情けねえ。ビルさんたちが連れて行かれたのと見出るしかできねがった。自分一人じゃ何もできないって思い知った。本当に自分は役立たずだった。最初から何でもできるやつなんかいねえよ。え？先輩たちも最初から強かったわけじゃねえだろう。何度も悔しい思いして歯食いしばって強くなってったんじゃねえのか。サバナクローのテーマ、あれができなかった、これができなかったってへこんでばっかじゃ何も始まらねえ。こっから何ができんのか、俺たちに大事なのはそっちだろ。いやー、いつにも増して前向きだジャックは。だからいつまでもメソメソしてんじゃねえよ、鬱陶しい。ほう、ジャック君。ウェルダン、なんだこの。いいアンサーだ。おお、尊い空間をありがとうな。連行された生徒と学園長の身柄については学園側からも何かできることはないか探ってみる。フェルミエもお前も、はい、今は体を休めて回復に努めろ。すごい、見て、一つのセリフの中に推しと私がいる。わかりました、僕もう歩けるので寮に戻ります。本当？車椅子でも用意しようよ。見たところ医務室に担ぎ込まれたうちの寮生はいないみてえだし。そうね、俺も寮に戻るぜ。お疲れ様です、いい笑顔。クルーエル先生、エース君とデュース君のことよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、クルー言われずとも2匹とも俺が預かった子犬だ。しっかり面倒は見る。パピーってそういう意味な。もちろんお前もグリムもな。おお、優しい。 1A の生徒は全てこのクルーエル様の子犬だ。なのに、ああ、他人がしつけるなど許せない。実に腹が立つ。おお、
ちょっと論点ずれてるけどありがとう。わも、ガッパド気まげる。翻訳してくれ。シットダウン。いいか、子犬ども。今の言葉に対するシットダウンって理解できたのかな、クルーウェル先生。ここからは大人が対処する。妙なことは考えず、おとなしくしていろよ。大人が対処するからおとなしくしてろってか。はい、失礼します。おお、かっこいい。はい、メインストリート。そういや監督生、はい、オンボロ寮が壊れたならどこで寝泊まりするつもりなんだ。あー、ポムフィオレ寮かな。あ、忘れてた。せめて屋根さえ残ってればな。屋根ごともうないんだ。ねえ監督生さん、呼ばれた。オンボロ寮がなんとかなるまではポムフィオレにおいでよ。うわ、マジ冗談で言ったんですけど、マジで言うてる。うちに泊まれよみたいな、推しから言われることはある。そんな、てか監督生さんってエペルから呼ばれることあんまなくない？エペルと監督生会話してるシーンってあんまり見ない気がする。ビルさんならきっとそういうかなって。あー、ビルさんならどうですかね。だな、あの人なら言ってくれそうだ。あー、そうなんだ。ここの二人の見解はそうなんだそれじゃあ一緒にポムフィオーレに帰ろう。きっとルークさんも歓迎してくれるよ。すげえ、エペルと一緒にポムフィオーレに帰ろうだって。でもルーク相変わらず怖い、険しい顔してるんちゃう。じゃあな、二人とも。え、ありがとうな、ジャックも気をつけてな。うん、今日はありがとう、ジャック君。うわ、頼もしすぎ。駆けつけてくれたんやもんな、ジャック、ありがとうな。長い一日だったね。寮に戻ったらシャワーを浴びて。そうね。ん？何？どうして？え？どうして？これはこれはあのムシュー金髪ムシュー金髪つんでは。え？どうして？何がどうして今エペルは吹き飛ばされたの？うちの推しは。おわ、ノン。え、呼んだ？なんだなんで黒いの？なんで黒いの今？どうした？むしろ金髪つんどうした？それで偶発エンカウント。え、なんかわざと突き飛ばした。え、今何？はい、ちょっと見ていきましょう。ちょっと水飲ましてね。いってて、ダイだ。急に鏡柄飛び出してきたのは危ねべな。そうだ。すまないムシュー姫リンゴ、先を急いでいて。怪我はないかい？これルークがぶっ飛ばしたわけじゃなくて、マジで急いでたってこと？え、あのルークが50メートル先まで見通せるし、なんか半径100メートルぐらいなら耳で誰が喋ってるのか理解できる、あのルークが。だいぶ注意力散漫になってるってこと？あのルークが。なんだ、ルークさんか。珍しいですね、前もろくに見ないほど慌ててるなんて。それにその大きな荷物とほうき、どこか出かけるんですか？え？そうなんだ、しばらく学園には戻れないかもしれないけれど、どうか元気で。どういうこと？え、一人で助けに行くの？あの飛行機で3時間かかったのに、ほうきだったらどれぐらいかかるん、あれ。え、しばらく戻れないってどういうこと？一体どこに行くつもりです？待てよ、狩人だったらどうするかな。まあでも狩人って白雪姫だったら後半何にも出てこないしな。嘆きの島さ、やっぱり行くんだ。ええー、
だけどさ、すごい怖顔怖。ちょっと待ったげ、まさか今からヴィルサンダジッド追っかける気ですか。どうした前編の時のあの冷静さは。危険は承知の上だよ。だがどうか止めないでくれたまえ。なんだろう。私は寮に戻り、恐ろしい事実に気がついてしまった。何？寮に戻り恐ろしい事実に気がついてしまった。なんだ寮に戻って気がつくことってなんだ。え恐ろしいって。なんだビルの部屋に何かがあったってこと。書き置きかなんかがあったわけじゃないよな。あんな突発的だったしな。えもしかしてビルが毎日使ってる化粧品を置いてってることに気づいて、このまま1週間でも放置されようならビルの顔が大変なことにってこと。囚われた時にビルが、えスキンケア用品を何一つ所持していなかったことに。いやちょっと冗談で言ったんだからそのまんまにすんのやめて。当てちゃったらダメなのよ。当てちゃったらダメだろうが。あーそれは大変だわ。わかるわかるよ。いやポムフィオーレの、ポムフィオーレの寮長やぞ。スキンケア用品も持たずに嘆きの島行くなんてありえないよな。それは行って来てもらうしかないっすね。ルークさんよろしくお願いします。はい。季節の変わり目は肌が揺らぎやすい。特に乾燥は美肌の大敵。適切なケアを怠ればすぐに額や顎に禁断の赤き果実が実るだろう。やだー禁断の赤き果実って、もしかしてニキビ。そんなこと気にしてる場合ですか。ニキビ、それは若さの象徴でありチャーミングでもある。しかしビルは来週雑誌のカバー撮影が控えているからね。いやいやいや、来週までに帰ってこれるかどうかの問題なんですけど。撮影には万全なコンディションでが彼の美学だ。いやすごすぎるな。この状況において一応撮影のこと気にしてなきゃいけないんだ。撮影もなんもまず戻ってこられるかどうかもうわかんねえのに。なんか今日のエンフェルは方言バリバリで嬉しいな。津田、あんた副寮長だべ。寮あげだらマネべよ。あげだらマネべよ。マネべよ。私はポムフィオーレ副寮長である前に美を求め、美を助くことを人生のテーマとするルッシャ・ソートワ・ムール。ルッシャ・ムール、今まさに損なわれようとしている美を見過ごすことはできない。故に私は我が友の美を守るために今旅立つ。どうなっちゃうのポムフィオーレ。いやそういうことを言ってるんじゃなくて、どうやって追いかけるつもりですか。嘆きの島はどこにあるかわからないんじゃ。嘆きの島の所在地は神秘のベールに包まれている。でも心配はご無用さ、うん、私にはビルたちがどこにいるのか見えるからね。本当に言ってる。見える、それってどういう。リアル視覚じゃなくて。ああ刻一刻と日没が迫っている。名残惜しいが私は行かねばならない。あこれでももしかして魔法。それでは失礼するよ。アデュー。おおもしかしてルークのユニーク魔法ってこと。マジカリオドやもんな。なんかそういうのあるかもしんないよね。ま待ってくださいルークさん。ルークさーん。ルークさん。でもさ、どうなんだろう。超人的なさ、50メートル先とか見えれますとか、あの能力とかも、なんか、声が聞こえますとかって、あの能力とかも、全部、ルークのユニーク魔法っていう考え方も、まあ、話としては前からあったわけじゃないですか。それかもしれないってことか。うわ話が面白くなってきた。残留ジュニア行きます。気になりすぎますね。じゃあ水飲みます。では行きましょう。
ま、待ってください、ルークさん、ルークさーん、ルークさん、はぁ、行っちまった。嘆きの島ってビルさんたちをさらった鎧の奴らがうじゃうじゃいるのかな。うじゃうじゃいるっぽいよ。あんまり近づかないでね、ベル。いくらルークさんでも一人で乗り込むなんて絶対危ないよ。危ないよね。どうしよう。先生に報告、いや、その前に追いかけて止めた方が。エペル、無理はしなくていいんだからね。ダメだ、クルーエル先生はおとなしくしてろって。せやで。でも、すごっこんなになんか怒りマークついてるエペルは初めて見た。初めてではないかな、なんか前にもあったかな。うわいーはー、ごちゃごちゃ考えても仕方ねえ。おお、わいーはー、こったの、じっとしていられぬじゃ。俺、ルークさんを追いかける。男やね。やっぱり俺、誰かが何とかしてくれるのを眠って待ってるだけなんて嫌だ。おお、自分から行動する男いいぞ。でも怪我はすんなよ。まあ怪我はもうしたか。え、急に。僕はそっちに行けないから力になってあげられないけど。突然出てこられると結構びっくりするからやめて。ルームメイトを急いで探しに行ってあげて。嫌なんだぞ、クリム。コブン、コブンじゃないんだぞ。ああ、頑張れ監督生。てか私、でも自分が言っても何もできないのに。魔法も使えないしな。ここで魔法に目覚めたりとか。分かってる、俺たちが言ったって足手まといになるだけかもしれない。ちょっと待って、今あれだったのか、今私ここにいるのか、なんかもうエペルが一人で喋ってるのかなみたいな感じだったけど、私今エペルと二人きりだったのか。全然その意識がなかった。でもお前だって相棒とダチがやられたのに黙ってらんないだろ。おい、そうよ。やられっぱなしているなんてナイトレイブンカレッツ生じゃねえ。ナイトレイブンカレッツ生じゃねえの。行こう、行こう。あ、可能って言ってくれるかと思っていたのに、エペル。あ、うなずいた。お、すげえ、私今エペルと会話してた。おお、なんか4章の時にも見た上空。痕跡は北へ向かっている。砲機と転移装置を使えば1日、飛ばせば半日で。うん、あんな別れ方をしてしまって、ムッシュヒメリンゴは怒っているかな。ある意味怒ってたよ。来た。そうきっとこんな風に元気な声で、えいや驚き方、ってハイズイだ。おお、来た。まで、きゃこの、おお、そこのオーケー、ピピー、止まりなさい。やばいやばいやばい、早い、こい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 、たか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 。てか私エペルのほうきに乗ってんの。やば、エペル君、監督生君。やば、私エペルのほうきに初めて乗った。へえ、私多分ほうき乗れないもんね。多分あれ二人乗りだったってことかな。うわ、待て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 、見たことねえ地図だな。おえ、クイーンダムオブローゼス、バラの女王の国だ。サンセットサバナ、サンセットサバナ、夕焼けの草原。英語があんまりわかんねえからあれなんだけどさ、キングダムオブヒーローズ、キングダムオブヒーローズ、英雄の王国。サンシャインランズ、輝きか、これが。
はい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 。シャフトランズってなんだ。ハーベストンってのがなんだこれ。これがエペルの地元じゃ。でも、ね、あ違うのか。ブレレバレーなんとかの谷。お英語が全く分かんねえや。あでもこれが世界地図ってことやんな。へー、これってさ、マップとして出てきたの初めてだよね。なんかあのツイッターの VR の時にちょっとそれっぽいのが出てきてはいたけど、マップとして出てきたの初めてじゃないこれ。でこれがランド・オブ・ドーニング、賢者の島ってこと。うわ、ドーニングがそういう意味かわかんないけど、こうやって見たらだいぶちっちゃいね。へー、なるほど、世界地図。まあでも端っこの方はどうなってるのかちょっとよくわかんないけどってことか。初めて見た、ありがとうございます。では次見てみましょうか。猛追ハンター、ハンターだからね。私を追ってきたのか。決まっちゃべな、追ってこねの思う方が動画じゃねえ。なんとなくわかった。あんたと一人で行かせねえ、わも行く。こんなにこの方言で喋ることもあるんだ。おうラナ、いけないよ。ムッシュヒメリンゴ、危険だ。二人とも特殊な喋り方するからなんか異様な光景だな。危険だのはあんたも同じだべ。あの鎧だじさ、何もはっただ願ったべよ。それは止まんねば、ただぎ脅してでも止めるや。おお、止めに来た。宝木の先さ火つけてやる。くらえ、くらえ。おお、火の魔法使える。えっそ、飛びながら魔法を打つと宝木のコントロールが。だよな。危なくね？大丈夫？落ちたら死ぬぞ。いやいやいや、揺れる！こっちが先に墜落する！ノン、やめるんだエペル君。あんたが止まったらやめてやる。はっ！はっ！ボッ！まだまだ、もう一発。ダコウ、ダコウ、ダコウ。分かったよ、降参だ。おお、すごい攻めるねエペル。エペル君、とりあえずどこかに一度着陸しよう。そうだな、この空中戦やっててもしょうがない。いやだ、絶対に帰らねえぞ俺は。そうじゃない、まずは落ち着いて話をしよう。それにその服で飛び続けたらすぐに体が冷え切ってしまうよ。おお、まったく、風よけの魔法も施さずに、二人とも唇が真っ青じゃないか。確かにこの時期にこんな上空にいたらそれはめちゃくちゃ寒いだろうよ。もう追い返そうとしたりなんかしないさ。だから私についておいで。おお、一応ルークも後輩思いなところだよね。だよね、大丈夫。どこんな。寒そう。北海道あげ、北海道あげ。手も頬も氷のようだ。すぐに火を起こすからね。お、水筒で温かいお茶を持ってきていてよかった。二人ともお飲み、体が温まるよ。おお、これ呪いとかかかってないですよね。僕たちを眠らせて置いていくつもりなんじゃ。まあビルだったらやるかもしれないけど。まさか、栄翔や専用の道具もなしに一瞬で呪いを付与するなんて、ビルでもなければできないさ。ビルならやるってことや。いただきます。あったかい。ずずあったげー、生き返る。本当に驚いたよ。まさか私を追いかけてきてしまうなんて。分かってます。俺たちがついていっても足手まといにしかならないかもしれない。連れて行ってくれとは言わない。だけど
勝手についていく。おお、強くなったな。寮長たちがやられたんだ。このまま黙ってられるかってんだ。すげえな。マジでデュースが喋ってるみたいになってる。この寮長とダチがやられたんだ。そうだぞ。なんだよ、怖い顔して。あんただって勝手に出て行ったんだから、おあいこだろ。俺、怒られたって絶対に帰らないからな。の、違うよ。怒っているのは君たちに対してじゃない。なの？え？怒っているのは君に宿る憤怒の魂を見くびっていた私自身に対してだ。おお、それはポムフィオレ寮生としての魂やんな。はーん。なんだろう、ちょっとルークの深い話を聞けるのかな。はい、ありがとうございます。ここ相変わらずハテナハテナなんだ。憤怒トライアングル、トライアングル、ビルも含めてってこと？私じゃないよね、これ。どうなんだろう。怒っているのは君に宿る憤怒の魂を見くびっていた私自身に対してだ。心から自分の力を、仲間の力を信じた者が強い。 VDC でそう言ったのは私なのに。それなのに私は何も話さず君たちを置いて一人で旅立ってしまった。エペル君、自分の心に素直になれる君は強く美しい。知ってた。いや、でもまた一段と強く美しくなったよ、エペルは。それらしい理由を重ねて自分の心をごまかそうとしていたことが恥ずかしいよ。どういうことですか。かわいい。私も同じさ、エペル君。本当は愛する友人が傷つけられ、いても立ってもいられなくなっただけなんだ。まあまあそうよな、ルークな。こんな自分勝手な行動に先生や友人を巻き込むわけにはいかない、そう思っていた。でもそれこそ今更じゃないですか。もうとっくに巻き込まれまくってます。ほんまや、悪い顔してる。そうだね。いいよ、共に行こうじゃないか。わお、エペル君、監督生君。いいんですか、私も今だけポムフィオレ寮生みたいな感じで同行させていただいてもよろしいんでしょうか。ただし二人とも絶対に私の指示には従うこと、約束できるね。ウィー。あ、いや、はいはい、かわいい。やったな。さっきまでのさ、こうなんかオラオラみたいな感じのエペルからヘヘって笑うの可愛すぎるよね。ギャップ萌えですよ、エペルは。私やエペル君はちょっとつ盲信になって周りが見えなくなりがちだからね。いつでも物事を俯瞰できる君の目線はきっと我々の助けになるだろう。おお、 ありがとうございます。自分にできることを精一杯頑張ります。ルークさんが周りが見えなくなってるところなんか見たことない気がするけど。うん、てか周りが見えすぎてるもん。ちょっとつ盲信ってところだけはちょっと納得かな。そんなことはないよ。さっき強者でも周りが見えていなくて君にぶつかってしまったじゃないか。そうだね。そういえばそうですね。でさっき言ってた見えるっていう話をここで深掘りしてくれるんですかね。というかポムフィオーレの人たちって変だよね。ビルさんも含めてみんな見た目に似合わずちょっとつ盲信な人が多いかも。まあ確かにポムフィオーレってさ、こう美しさを求めてみたいな割には、いやでもそりゃそうだよ。だって白雪姫っていう原作があって、そこに出てくるあのウィッグドウィッチやらウィッグドクイーンやら、あのママ母の人って自分が1位になれないんだったら他のやつ殺すっていう、ちょっとつ盲信そのもののキャラクターだからね。その憤怒の精神を受け継いだポムフィオーレってことは、確かにちょっとつ盲信な人が多くても全然なんら不思議ではないよな。なるほどな。確かに。
まあ、過激派やもんね。自分が1位になれないから今現在1位のやつ殺せばええやんっていう。めちゃくちゃ過激な思想だからね。我が寮のモットーである奮励という言葉には気力を奮い起こし勇んで立ち向かうという意味もあるからね。文献や石像に姿を残す美しき女王はどれも秀華平月な美しさだけれど、もしかしたら実はすごくアクティブな女性だったんじゃないかと私は思っているよ。ああ、もうすものすごいアクティブな女性だったと私は思います。うん、自ら行動、何事も全部自ら行動するしね。最終的に狩人に任せられるかっつって自分で倒しに行ってるからな。うん、岩も転がすし。でも僕たちみたいにしびれを切らして自ら外に飛び出すようなことはしてた、してた。してた、してた。はい、自ら白雪姫ご本人に接触を図ってました。さすがにしなかったんじゃないかな。アニメを見てね。違いないね。してるんよな。お？みんな静かに。獣のうなり声だ。近いぞ。本当に？今特殊な感じのお腹が鳴った音とかじゃないの今？あ、すいません。今の僕のお腹の音です。ある意味獣だったわ。おお、ラナ。森の主の縄張りに踏み込んで怒りを買ってしまったのかと驚いたよ。普段ならもうとっくに夕食を食べてる時間だから。ああ、そうだよね、ポムフィオーレなら。今の音をビルが聞いたら美しい眉をしかめるだろうね。エペル、今の音は何？目に浮かびます。それじゃあ出発前にまずは腹ごしらえといこう。ああ、何食べるの？この辺でなんか狩る？エペル君に狩りを教えよう。はい、ルーク先輩ってこと？食事を取りつつ飛行ルートについても説明するよ。おお。なんか、お腹いっぱい。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。念のために携帯食料とキャンプセットを持ってきておいてよかった。ほぼ持ち物がモンスターハンター。僕たちは木の実木のままで飛び出しちゃったから食べ物のことまで頭が回らなかった。そうだね。大丈夫さ。目的地までのルートにいくつか町もある。必要になったら食料はそこで買い足せばいい。そういえばルークさんは？ルークさんは嘆きの島の場所は知らないけど、ビルさんたちがどこにいるのか見えるって言ってましたよね。それ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 。あれってどういうことですか？それはね、私のユニーク魔法の効果によるものだ。名前なんだろうな。まあでも狩人だからこう弓矢とか、いや、あの名前なのかな。かもしかもルークだったらめちゃくちゃおしゃんなロ、なんかロアドゥポションヌなんとかかんとかかんとかみたいな、めっちゃ名前長いとかにしてるのかな。きた。そうだよね、ルークのユニーク魔法なんで出てなかったのって話だったもんな。ここで取っとかれてたんだ。はー、来ましたよ。ちょっとじゃあ見ていこうよ。ああ。まあでもなんか千里眼的な、多分、じゃあ例えば予想なんだけど、自分がこうなんかマークをつけることができて、なんかその無制限に誰でも見れるだったらちょっと強すぎるじゃないですか。ユニーク魔法としてさすがにブロッドが心配だけど、例えば何人かの、当たりなんかマークを自分でつけれて、そのまあ3人とかなら、その3人なり2人なりマークをつけれて、その人がまあ1人とかかな、どこに行ったかがどこに行っても大体見える、同じ世界の上ならみたいな。だとしたらネージュ逃げてって話なんだけど。普通に、なんか差し入れにその位置情報を特定する用のやつ入れてみましたみたいな感じの、ちょっと過激オタクみたいな使い方できちゃうから、ちょっとか怖いんだけど。開封アビリティ開封していきましょう。何なんだろう、なんだろう。でもなんか遠からずな感じなんじゃないのかな、今の話から。ルークさんの
ユニーク魔法？そうだよ、オタクが絶対に手にしてはならない能力だけど、それ。私のユニーク魔法は、相手を傷つけることも操ることもできない。とても弱い魔法だ。でも、まあルーク自身が強いからね、戦いに関しては。カリウドである私には、なくてはならない魔法なのさ。はあ。どんな魔法なんですか？ワク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 、カリウドのための魔法？ワク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 。私のユニーク魔法は、魔法をかけた相手の居場所を突き止めることができる。ああ、やっぱりかける必要はあるってことだよな。それがたとえ七つの輝く丘の彼方、七つの滝の向こう、世界の果てであろうともね。ああ、いい、便利、その能力。あら、ルークさんが使えると思うと、お金魔法だな。急にルローに決心になっちゃったんですけど、うちの推し。ああ、でもルークが使えると思ったらマジで怖いね。だってネージュのことをふっと頭に思い浮かべるよね、この能力聞いたら。ビルたちがさらわれた時、とっさにカローンの一人に私の魔法をかけておいたのさ。ああ、カローンの一人にかけておいたのか。はあ、頭いい。すげえ、何も気づかなかった。全然気づかなかった。え、これさ、もう一回前編見たら、あ、ここでかけてるなみたいなところって分かったりするのかな。一回触んなきゃいけないとかあるのかな、制限。それでは、お、来た。僭越ながらお披露目といこう。開封。ほら、私から逃げ切ってみせて。 I see you。 うわー、直訳。頭で届く弓矢、弓矢入ってたね。でも英語版は I see you なんだ。あんたが見えるでって意味か。なに？お、すごい。え、ま、え、そ、地図上で見えんの？やはりか。すごっ。便利すぎでしょ。どうしたんですか？バラバラにいたってこと？この世界にいればどこにいてもわかる。と言ったけれど、この魔法も万能ではない。これでわかんなかったとかだったら、あまりにもかっこ悪すぎるが、大丈夫か？対象が魔法を遮断する乗り物や施設に入った場合、道しるべは途切れてしまう。カローンたちがビルたちを輸送に用いたのは、走行で魔法を遮断する魔導ステルス機だったよ。ダメじゃねえか。じゃあルークさんのユニーク魔法でも追跡は不可能ってことかな。でも出た直後にはわかるとか。いや、いかに魔導ステルス機といえど、完全に魔力をシャットアウトすることは不可能。微量ながら残ってるものでもたどれるってこと。ステルス機は自らレーダーや魔法を発する際、ごく短時間そのステルス性を捨てざるを得ない。ステルス性を捨てざるを得ない。その一瞬、私には見えるのさ。私がユニーク魔法で獲物につけた印が。はあ、ICU、ここで出た。ICU ってなんか聞き覚えあるなと思ったら、集中治療室じゃねそれ。ぽつりぽつりと、まるで森でさまようか弱き姫君が残した可憐な足跡のように。はあ、私はカリウド、狙う獲物は絶対に逃がしはしない。どうなるの？どう？おー、すごいな、こういうの見たことない。おー、すげえ、だいぶ遠い、大陸横断しちゃった。見えた。彼らは賢者の島を有する黎明の国を出て、黎明の国、サンゴの海を北上。ほう、賢者の島は黎明の国の、一個の島ってことね。陽光の国と英雄の国を越え、ほう、海上でパッタリと痕跡は途絶えていた。なんか いろいろと名前が出てきたの。黎明の国、つまりそこに
嘆きの島が、グリムと先輩たちがそこにいる。しかし賢者の島から嘆きの島まではかなり距離がある。ほうきだけで移動するのは無理だな。じゃあどうやって移動するつもりだったんですか？やっぱりヒーローズって書いてあったから、なんかあれなのかな、やっぱヘラクレスを想像しちゃうよね、あの硯だと。我がハント家のご先祖様の中に大変な旅行好きがいてね。ほう。先人が世界各地に建てた別荘があるんだ。なんだ？なんかモチーフあるのかな。そしてその別荘には別荘同士をつなぐ魔法の転送装置が備わっている。強っ。それを使わせていただこう。ほう。幸運にも黎明、陽光、英雄、それぞれの国に一つずつ別荘がある。みんな金持ちやね。転送装置を使えば一晩でかなり距離が稼げるはずさ。え？世界各国に別荘？金持ちみんな正体隠しすぎやろこの学園。しかも国をまたぐ魔法の転送装置の設置って国から特別な許可が必要ですよね。じゃあもう500万マドルとか全然いらんやん。ルークさんの実家って一体何の仕事をしてるんですか？何の仕事してるんですか？なんかこの顔かわいい。ないしょ。わあ、内緒いただきました。ありがとうございます。旅行を愛したご先祖様たちに感謝をしなくてはならないね。まあでもルークってさ、まあでも昔の武勇伝が本当なのだとしたらわかんないけど、育ちが良さそうな感じではあるよな。我々がいないと気づいた先生たちが網を張っている可能性もあるし、公共機関を使うのは避けたかったから。ああ、しかしご先祖様はこのことを知れば顔をしかめるかもしれないな。まあでもよく先生たちの目をかいくぐってここまで来れたね。先生に怒られるようなことに使うなと。だがこれも美と愛のため、ご先祖様どうかお許しください。初めて見るなこんなルーク。さ、作戦会議も済んだところで、抜け出したことがバレないうちにすぐ出発しよう。とりあえずやっと来ましたかん。ご先祖様に一応挨拶しときましたかん。ん？何を笑っているんだい、ムシュヒメリンゴ。いえ、ルークさんってすごく変わってるし、実家もすごいお家っぽいのに、うん、先生に隠れて悪いことするときは普通にコソコソするんだ。と思っただけです。確かにね。我が校の教師陣が振らせる裁きの雷を恐れない生徒がいるかい？私もナイトレイブンカレッジに所属するただの問題児の一人だということさ。そうだ、君たち体を冷やさないよう出発前に着替えた方がいい。ああ確かに、バルガスキャンプの時の服とかに着替えます。ほうきで長時間飛ぶなら両服がおすすめさ。おう。ナイトレイブンカレッジの両服は特別な魔法の糸が織り込まれていて、はいはいはい、放熱にも防寒にも優れているからね。ってことはちょっと待って、私両服ないんですけど、ボムフヨーレの両服着させてもらえる感じ？そんなことないよね。特別に監督生君に。何？我が寮の霊装をお貸ししよう。何？それいいの？私着れるの？これポムフィオレの両服着たってことでいいんです？マジ？ありがとうございますなんですけど、これあるかな？お！わお！本当だ！あったかい！着るだけで背筋が伸びる服だ！うわあ、着たかったんだよな、マジ！午前へ向かうんだ。清掃でなくてはね。エペル君、飛行ペースは合わせてあげられないよ。ついてこられるかな？ふえー、前に書いてもらったファンアートのまんまになった。てかもうめちゃくちゃ花やらのポムフィオレ両服のやつめっちゃ書いてもらってたしな。あー、今ポッド出てこない。
舐めでもらえば困るや。飛行術ならマジフト部の1年生で一番の腕前ってレオナさんのお墨付きなんだ。おお、飛行術なら絶対おぐれだりサネハンデ。サネハンデは分からんけど。マーベラス、それでこそポムフィオーレ寮生だ。さあ嘆きの島へ向けてアンルー。まさかポムフィオーレの寮服着せてもらえることになるとは思わなかったな。なんか思ったよりもポムフィオーレめちゃくちゃ出てくるな。まあ前章のね、これまでの5章でもそうだったけれども、前章の前の章のねキャラクターたちがこう活躍するっていうのは結構ありましたけれども、ここめちゃくちゃポムフィオーレポムポムしてんな。お、来た。一方その頃ユースミーティングってこと？はいはいはい、一方その頃。じゃあ見ていきましょう。ファンアートが現実に、ありがとうございます。まさかこんなイベント挟むと思わなかったな。うわ、かっこよ。おおビル、ちょっとイレア、さっきのはどういうこと？美しい君がなんという格好をしているんだ。私これでも世界的モデルなのよ。自分の肌に触れるものには全てこだわりがあるの。言ってくれると思った。それをフルオートの洗浄マシンで丸洗いってどういうこと？しかも化粧水の用意すらないなんて。やっぱりね、今届けようとしてくれてますから、もうちょっとだけお待ちください。美肌を保つためには洗顔後のケアが一番大切なのに。あ、これみんな差分出てくるってことか。おお、嫌そう、嫌そうな顔してる。洗車機に入れられた車の気分が分かった。そんなにもうゴワーって現れたんだ。乾燥機にかけられるシーツの気持ちもね。お、口どころか耳の中まで現れたぞ。まだ体中の毛が逆立ってるぜ。その可愛いお耳をね、キュートなお耳のレオナさんだもんね。僕は何事も効率重視なタイプですが、将来どれだけ忙しくなっても全自動入浴マシンだけは一生導入しないと今決めました。アズールが、アズールが効率を重視しないだと。研究員のみんなには入浴がすぐ済んで効率的って好評なんだけどな。まあ我々の感覚はそうかもしんない。ち、何より腹が立つのはこの首輪だ。ああ、レオナに首輪は。このチョーカー、僕のユニーク魔法オフイズユアヘッドと同じ効果があるようだね。それを常時発動できるってこと？さっきから何度も魔法を使おうとしているけれど全く発動しない。すご。ごめんね、そのチョーカーは正確なデータ収集のために館内ではつけてもらわないといけない決まりなんだ。何のデータですか？っていうかリドル氏、魔法使おうとしてたんかい。油断も隙もないとはこのことですわ。そうやね。では皆さんが外界から持ち込んだ雑菌の洗浄が済んだところで、ああ、さあイデアさん、お待ちしておりましたよ。存分に喋ってください。まずは自己紹介がてら、我がステュークスの紹介ムービーをご覧いただきます。ムービーがあるんですか？ YouTube チャンネルとかで投稿して。紹介ムービー。席にかけて前方のスクリーンをご覧ください。なんじゃなんじゃ。おおおお、シアターモード。何ディズニー小話みたい。おお、館内では映像の撮影録音は規定により禁止されています。珍しく女性ボイスだ。映像の途中でご気分が悪くなった方は、当館スタッフまで遠慮なくお知らせください。いや、ディズニーランドかな？魔法。それは、
かつて奇跡と呼ばれた超自然エネルギー。何これ、イマジネーション、その果てしない可能性。何これ。しかし大きな力は時に災いをもたらす。すごい。魔法のある豊かな暮らしを守るため、魔法技術研究所ステュークスは様々なデータを世界中から収集分析。何これ。魔導技術の安定運用、魔力解析、遺跡、魔法石の保全、ブロッド排出量削減、オーバーブロッド経験者のケア、魔法災害予測システム、ファントムのデータベース化、その他様々非営利活動を通し世界中の皆様を影からお支えします。めっちゃそれっぽいやんけ。魔法師の安全な暮らしと活動を守る魔法技術研究所ステュークス。めっちゃなんか IT 企業の紹介ムービーであるやつ。はい、ムービーは以上となります。ご清聴ありがとうございました。適当すぎんか。実は私爪が長くてこれ正確に押せないんだよね。はい、ムービーは以上となります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様です。なんだかものすごく安いイメージ PV だったわね。まあ噛み砕いて言うと、ステュークスは不確定要素満載のミラクルパワー、魔法を安全に運用するためにいろいろやってる。ざっくりすぎ。中でもブロッドに関してはまだ人類が粘土板に文字を彫ってた頃から飽きずに研究し続けております。あーすごいな、原始的な時代からってことだもん。もう少し詳しく、ステュークスのことを知りたい来館者のために約2時間半のドキュメンタリー映像も用意しているよ。いや全然見る見る見る。その2時間半のステュークスのドキュメンタリー映像同時視聴会やりたい。再生しようか。お願いします。ありがとう、もう十分だ。どうして。ステュークスは古来よりブロッドの研究をし続けている。そして俺たちはオーバーブロッド経験者。オーバーブロッド経験者ーズとなれば、お前たちが何をしたいのかは大体察しがつく。ユニット名つけようぜ、オーバーブロッズで。ステュークスの所長代理様は俺たちにどんな恐ろしい実験をするつもりなんだ。すごいな、褐色コンビ。あ、でもさ、ジャミルとレオナこうやって並ぶとちょっとこう、ジャミルの方がやや赤っぽい肌なんだな。レオナの方がもうちょっとこう暗いというか、ちょっと色合いちょっと若干違うんだね、こうやって並ぶと。うえー、なんだ今のムービー。後でもう一回見ようぜ。おもろー。これ何話だ何話だ、今何話だっけ。今のが26話ね。ちょっと後でもう一回今の紹介ムービー見ようよ。では行きます。ね、褐色といっても二人に結構な差が、こうやって並んでみると。で、ステュークスの所長代理様は俺たちにどんな恐ろしい実験をするつもりなんだ。レオナとジャミルが横に並ぶってあんまり見たことない気するしね。よくぞ聞いてくれました。まずは嬉しそう。今日はあなたを見に来たのよ、イデア。君らを椅子にくくりつけて動けなくして、ありとあらゆる方法で体の隅々まで検査して、ストレスとブロッド蓄積量に関するデータを取らせてもらおうかな。楽しそう。な、そんな理不尽な行いが許されると思っているのかい。思っているのかい。いや、ネタに決まってるじゃん。冗談通じない人怖。いや、わかんねえ。オタクのたまにある冗談か何なのかわかんないやつじゃん。うぎってもダメよ、魔法使えないから。冗談だとしてもちっとも面白くありませんよ。ボドゲブのよしみで許したって。同意ね。こっちは服も魔法も全部取り上げられて丸腰状態なんだから。もう兄さん、みんな突然ここに連れてこられて不安なんだよ。怖がらせたらかわいそうでしょ。おー、オルト君。あら、弟の方がよっぽど人の心を持っているようね。と思いきやじゃない、これ。それに被験体に過度なストレスを与えると正確なデータが取れなくなっちゃう。前言撤回、完全に兄と同類だわ。でしょうね、やっぱりな。あのね、
ナイトレイヴンカレッジのみんなに来てもらったのはデータ収集に協力してほしいからなんだ。にしてはだいぶ荒っぽい連れてき方。まあでも連れてきたのはイデアたちの判断じゃないもんな。ステークス側の判断だもんな。君たちはオーバーブロッドした。でもファントムに取り込まれず戻れた貴重なサンプルだから。まあらしいね。なんか普通はファントムに取り込まれてみたいな話らしいけど。ファントム？オーバーブロッドすると体内に蓄積しきれず溢れ出したブロッドが巨大な化身を形作る。はいはいはい。まあ今まで我々が見てきた。君らも見ただろ。自分の背後に現れた顔のない怪物の姿を。そしてあのブロッドっていうカラーならではなのか、こうインクの溜まりみたいなね、あの瓶、小瓶みたいな感じで頭がなってるやつね。うわ総集編でやってくれるんですか？これただ無料？劇場版じゃね？劇場版ツイステッドワランド、ワランドって言っちゃった。劇場版ツイステッドワンダーランドでは。僕らはあれをファントムと呼んでる。はぁ、正式名称はあれ、ファントムなんだ。まあまあ、彼らの呼び方で言うとね。今まで結構いろんな呼び方されてたけど。化身、ブロッドの化身とも呼ばれてたし。まあ、我を忘れてただろうから、君らがしっかり自覚してたかどうかわかんないけど。オーバーブロッドした時、自分の限界魔力量以上の魔法を使えたでしょ。なんでだかわかる？教えて。あの化身、ファントムは、術者の負の感情がたっぷり詰まったブロッドをエネルギー源としてるからだ。ああ、始まった。オタク特有の早口。負の感情がね。負の感情に関してはもう天下一品の方々ですからね。ブロッドは魔法を使うと発生する有害物質。通常魔法師にデバフ効果しか与えない。でもオーバーブロッド状態の時はブロッドのデバフ効果がバフ効果に反転するんだ。楽しそう。はあ、ちょっとゆっくり見させてね。オーバーブロッド状態の時はブロッドのデバフ効果がバフ効果に反転するんだ。危な。だからオーバーブロッドした魔法師は本能的に魔力をガンガン消費してブロッドを生成し続ける。はあ、それを吸い上げてファントムもどんどんアタックアップする。アタックアップって言っちゃった。で、最終的に魔法師の魔力が底をついたら苗床としての役目はおしまい。苗床って、そうやってファントムを生み出すってことか。言葉のまんまだよ。ジュースが空になった瓶はゴミ箱へ。術者本体は消滅し、欲望と負の感情に囚われた怪物だけが残る。はあ、未練がましく呪詛を吐きながらこの世をさまよう怪物だからファントム。あれだよね、ドワーフ鉱山のところにいたやつだったらさ、おでの石ってずっと言ってたよね。あれみたいな感じになっちゃう。あれがもうファントムの最終形態ってことよな。これでもさ、こうやって考えてみるとまるで魔法自体が意識を持ってるかのようじゃない？だってさ、そもそもこの世界になんで魔法なんてあるもの、なんてものがあるのかどうかは分かってない。まあそれもスティークスがなんかいろいろ研究しているって話だけど、まるでさ、人間に、を乗っ取るために魔法がありますみたいな。一見便利なように見えて、人間に近づいていって、人間は、ああ、これ便利だねっつって使い始めたけれども、でも実際使っていったら、こうやって人間を、乗っ取って魔法自体が自我を持つ。まあ、自我かどうかと言えるかどうかわかんないけど、みたいなものだとしたらさ、じゃあ一体何のために魔法は存在してるのって話だよね。そうなったら、マジカルフォースに討伐されるか、あるいは、捕獲され、現体としてスティークスに収容されるか。ごく稀に魔獣や野生動物なんかに紛れて、山奥に隠れ住んだりもしてるらしいけどね。見たけどね、私。オーバーブロッドし、魔力を放出しきれば命を失うと聞いていたが、あの怪物だけがこの世に残るだなんて、にわかには信じたくない話ですね。ああ、その怪物の姿だけは覚えてはいるのか。まあ、ファントムにまでなっちゃうケースはそこまで多くない。しかもアズールの場合はふくよかタイプの体だけが残るわけだから、アズールとしては絶対に許せないだろうな。そもそも本来オーバーブロッド自体
魔力の保有量が多くて実力ある魔法師じゃないと陥らない現象だからね。ああ。排出率渋めなソシャゲの10連ガチャで SSR4 枚同時抜きするくらいのレアケースですし、やったことあるかも。いや4枚はないか、4枚はさすがにないかな。さすがの花浦神社も。というか実力ある魔法師って資料深くて自分を律するタイプがほとんどなわけじゃないですか。ないですか。なのにこの短期間にこれだけの人数が同じ学園内でオーバーブロッド。いやそこそこそれなんだよね。うちの学園 SSR 前代未聞の問題児のカードが連続で実装されすぎ腐って感じですわ。早く実装して。お前は本当に人の神経を逆なでするしゃべりの天才だな。おお。では僕たちを被験体として連行するようスティークスに命じたのはイデアさんなんですか。それはスティークス署員がその情報を部外者に開示することは禁じられているよ。おお。じゃあ黒幕がいるってこと。ただ各国に派遣されているスティークスのエージェント以外にも情報提供者は世界中にいるとだけ。はあ。ちょっとここ気になったな。連行するようイデアさんなんですが禁止されられて、ただ各国に派遣されるスティックスのエージェント以外にも情報提供者は世界中にいるとだけ。ってことはやっぱり、あ、これオーバーブロッドしたなっていうのはおそらくあの VDC の会場を見れば分かる人には分かったはずだし、その場にはアンブローズとかもいたわけだし、あのクラスの人たちがもし情報提供者だとしたら、あれはまあアンブローズかどうかはさておき、情報提供者としていてもおかしくないわな、あの場に。やっぱり魔法技術研究所スティークスは昔からブロッドについて様々な研究をしていることは話したよね。その中でも特にブロッドを安全に有効活用するための研究に力を入れているんだ。安全に有効活用ね。あ、じゃあ安全に取り扱ってほしいけどね、生徒諸君を。わー、いろいろ話してくれるやん。で、広、ここ、めちゃくちゃ広いけど、これ屋根がないのかな、これ。そんなことはないよな。はい、これなんて読むんだこれ。ガクガクネゴシエーション。はい、進んでいきましょう。なんだこれ、顎ガク。スティークス研究室では行きましょう。ブロッドを有効活用するですって。そんなに驚くことでもなくない。社会環境経済の持続可能性については世界中で議論されてる。魔法も同じだよ。僕らは魔法を使うことで発生する廃棄物ブロッドも、うん、重要なエネルギー資源の一つと考えている。大切な資源はリサイクルしなきゃでしょ。あー、リサイクルね。エネルギー資源ね。ねえ、その大切な研究のためなら使えそうなサンプルは力ずくで捕獲してくると。随分とご立派な活動をしてんだな、スティークスってやつは。今回みんなに事情を説明することなく強制的に連行してしまって申し訳なかったと思ってる。でもみんなだってもう二度とオーバーブロッドなんかしたくないでしょ。ましてやファントムの種芋として出がらしなんかに絶対なりたくないよね。なりたくないよね。そのためには自分の持つ魔力やブロッドの性質について知るのはすごく大切だよ。スティークス本部には世界最新の検査設備が揃ってる。ここ以上に正確で詳細なデータが取れる場所はないはずだよ。未来の自分のためにもしっかり精密検査を受けていってほしいんだ。まあ人間ドックみたいなもんだと思って。随分と聞こえのいいことばかり言うのね。要はデータ収集に付き合わなければ学園に返すつもりはないってことでしょ。
話が早くて助かるよ、リルシェンハイトさん。なんかさ、結構言ってることは怖いのにオルト君が明るい口調で言うからなんかバグりそう、頭が。というわけで、サクッとデータ収集を終わらせよう。みんな、手元にあるタブレット見て。はーい。ムービーの次は何なんですか？ NDA 秘密保持契約ってやつ。読んで内容に合意したら最後にサイン頼ますわ。アズールに契約を持ち込むんですか？フォームにメアド登録しといてくれたら写しのダウンロードアドレスを送るんだ。メアド普通に書類のやり取りだな、事務的な。はあ？有無を言わさず連れてこられた私たちに NDA にサインしろですってビルは言わずもがな、ご存知でしたね。芸能関係では武器を持った人間まで同席させておいて脅しも同然じゃない。ああ出た出た、電化製品の説明書を最後まで読まないくせに動かないんですけどとか怒るタイプ読む前からファイティングポーズを取らないでもろて。これは君たちを守るための契約でもあるんだ。最初に言ったでしょ、君らが僕らに言いたいことをしないなら僕らも君らに言いたいことはしない。うん。君らがデータ収集に協力してくれるなら最先端のブロッドケアを提供する。検査にかかる時間は約24時間。お、たった24時間だけ僕らに協力してくれればいい。ビル様、1日ぐらいスキンケア、いやー1日がたった1日が命取りなのか。でスムーズに検査を終わらせてサクッと全員ハッピーに解散ってことで。僕だってしたくてこんな仕事してんじゃないんだよ。本当は今すぐ推しキャラのイベ走りたいって言ってたよね、本当はね。一刻も早く解散したいならさっさと読んでちゃちゃっとサインしてアズールみたいなこと言うなアズールさんどうすんの。くそ、あのカイワレ大根、こっちが丸腰だと思って調子に乗りやがった。これでも帰ってからさ、イデアとこの5人との関係性大丈夫かな。まあもともと別にいいわけじゃないかもしれないけど。この首輪がなければあの野郎の髪の毛を全部砂に変えてやるところだ。あら、レオナ、たまには気が合うわね。あー、1時間後。あのさ、え、本当に内容を一字一句最後までしっかり読んで1項目ごとに質問してくることある？慎重。サインするならすべての条件に合意できてからなのは当然でしょ。ええ、万が一にも僕が損をするような契約だったらたまりませんから。ギク！ビル先輩とアズールの言う通りだ。もし法に触れる内容などが盛り込まれていたらどうするんだいそれぞれの言い分がそれぞれっぽくておもろ。君らほんとぶれないな。さすが SSR 前代未聞の問題実習団それマジで実装して。おうおうおう、なんかこの話短かったな。はあ、まあまあまあ、そんなそう簡単にうんと言うわけがないでしょこの人たちがオーバーブロッド経験者図ですよ。あれ、バトル？嘘、バトル？マジ？じゃあバトルの準備します。レメン、カモン、ビシュ、よいしょ。ん？なんだ今の流れで。バッ、ん？あれリズミックか。あれ、ん？え、ちょっと待って、ん？どういうこと？どういうこと？あれ？なんで？なんで？え？バトルなの？あ、なんだ？じゃあ全員からサインももらえたところでさっさと検査を始めよう。はい。バトルシミュレーター、観測用制御卓の準備はすでに完了しているよ。はい。OK。まずは被験体のみんなには2チームに分かれてもらう。これあれなのかな、もしかしてこの実験とやらがバトルだってこと。最初のテストは被験体 A、 被験体 C、 被験体 E で行う。はい。次に被験体 B、 被験体 D。 ホルト、バトルシミュレーターに A、C、E の3人を案内して。
契約のシーンあるかなと思って契約書用意してたのに契約書用意してお待ちしておりましたが使いどころがなかった。了解。リトルローズハートさん、アズールアーシェングロットさん、ビルシェンハイトさん、僕の後についてきて。残りの2人はこのままこの部屋で待機をおなしやす。おなしやす。僕も席を外すけど、何かあったらドアの横の内線でスタッフにコールして。おい所長代理さんよ、小腹が空いたら注文できる軽食のメニューくらい置いてねえのか。確かに小腹空いてきたな。出たレオナキングスカラー。残念だけどそこになければないですねそんなレオナキングスカラーで笑うとこある。たく、検査中に何でも好きなもの食べていいわけないだろ。チョコこれだからほんと困っちゃうよな。ハデスっぽいねそのレオナキングの間にこう W が一個ずつ入ってたかのような言い方。やれやれ、とんだことになりましたね。ああ、まったくだな。はあ、盛り上がってまいりましたが、バトルってなんだ。所長代理、来た。連行した被検体 F の検査はどうなさいますか。 F って確かグリムでは。医療班からはまだスリープ状態から覚醒していないとの報告が。てかグリムって大丈夫なこれ。被検体 F、 グリムしか。あのモフモフに関しては不確定要素が多すぎる。モフ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 可愛がってたやん。イデア急に冷たくない。使える魔法も他の5人とは比べ物にならないくらいしょぼいし、シミュレーターでテストしてもあまり意味なさそうなんだよな。炎だって吹けるんだぞ。とりあえずまだ寝かせておいていいよ。後でモフモフする気でしょ。意識が戻ったら一応報告下しや。下しやマジで20年前くらいのインターネットスラングなんよな。了解。猫ちゃんだったのにね。被検体 A、C、E、オルトと共にシミュレーションルームに入室。お、オペレーターにメガネがついた。各種データ計測準備完了。2100、記録を開始します。ああ、テステス、こちらオペレーティングルーム。こちらの声聞こえてますこちらシミュレーションルーム、音声良好良好。テスト用魔力測定ギア各被検体に装着完了。ちょっと、あんたたちだけで勝手に話を進めないでくれる。だだっ広い部屋に連れてこられたと思ったら、大きなヘッドセットをかぶせられて何も見えないんだけど。なんだ VR か。一体僕たちに何をさせるつもりなんだい。まさか同士打ちをさせるつもりじゃないでしょうね。ある意味みたい。そんなことはさせないよ。今みんなに装着してもらったのは魔導 VR 用のヘッドセットさ。すげー透けてる。これから君たちには仮想空間で敵とバトルシミュレーションをしてもらう。あ、そういう感じの。それかシミュレーションなんだ。仮想空間でバトルシミュレーション。ごちゃごちゃ説明するより体験してもらった方が早いな。オルト、始めて。面白そう。待ってください、イデアさん。さっき説明書は最後まで読めって言いましたよね。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ始まっちゃった。ダイブスタート。すごっ。おお、バトルってこ拡張戦闘モードを起動します。ちょ待て、なんだこれ。なんだこれ、トロンじゃん、もうこれ。魔導 VR で作り出したバーチャル空間だよ。施設内では魔法を制限させてもらってるけど、どれだけ暴れても現実世界のボディにダメージが反映されることはないだから安心して全力を出してね。なるほど、そういうこと。遠慮はいらないわね。そうでなくても手加減するつもりはないよ。行くわよ。一応これ、じゃあちょっと1倍で見ていきましょうか。
この見た目は完全にトロンみたいな感じだけれども、意識はされてるんでしょうか。相性悪っ。あー火水火水火か。あー、まあでもどういう能力なんだろう。ビル検査技 R へー、55分の54で HP が 11,311、 結構あるな結構あるな、54レベルの R にしては。バディボーナスはありません。うーん、リドルの場合は木水か。へえ、完全にこうやって、あ、こうやってやったら完全にイラスト見れるんだけど、これ実装しない？何これ、なんだこれ。お、これで押したら、お、アズールも来た。へえ、バディボス、いや HP 高っ、14,452。これいつものアズールさんだ。へえ、面白い。なんで微妙に5レベルと6レベルな、なんかちょっと面白いな、魔法。なるほど、まあ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 、でもこれなら別に勝てる感じかな。オルト目つぶってる、オルト目つぶってる、なんだこれ。はえー、じゃあちょっとやってみるか。なんか設定とかいじったら終わる感じではないね。まず相手が、まあそうだな、真剣に考えた。火属性が出るところには水属性をぶつけていくみたいな感じにしますか。許可しよう。あ、出るかどうか今分かんなかったから、まああれだけど。支援する。つまらない人。ひどん。来た。ひどん。ひどん。反撃はさせん。ひどん。ひどん。覚悟はできたかい。ひどん。ひどん。ひどん。無力化する。へえ。ちゃんとやらないとすぐ負ける。え、マジ？でも確かにさ、自分のカードで戦うわけじゃないから結構きついねこれ。次は確実に火が来るわけだから。まあでもデュオ魔法があるわけじゃないしな、水水で行きたいところだけど、これ一旦火打たないとダメっぽいな。5レベルの火ないな。いいちょ、どうしてやろうかしら。サポート展開。一回は死ぬ。あ、マジ？そんなに難しいんだここ、まあ、とりあえず振り属性を引かなければ、振り属性引かなければそれなりにいけるんじゃないかと思ってるけど、それ有利属性を取り続けていけば。ここあれなのかな、なんかカードの強さではなく私自身の強さが試されてるってこと。6レベルを打つのはここですよね。わかった。もう伊達にトリプル S 取ってるわけじゃないぜ。けどここは火、木を出しても水出しても絶対に不利になっちゃうから、どうしてもこれは火を出すしかない。火が来るのを祈る、お祈り。サポート展開。よそ見か。まあここはね。攻撃対象者捕捉。ああ、火だったか。パワーセーブ。まあ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 、あと2ターンあるし。5ターン目はこっちの先行やし。いけるんちゃいますの。これちなみにルールとしては、5ターン終了時与え、あー、だから制限、5ターン制限バトルの方だから倒しきれればいいんだけどってことか。2ターン目はアズールで問題ない。1ターン目はこれ水出したら微妙だな、火出しても微妙だな。でも無属性がついてるから水を、どうしよっかな。これ木出すかな。3分の1で火を引かないと信じて5レベルのこれ出しとくか。ええ、ここはちょっとお祈りですか。見ていられない。サポートする。あ、よかった、まあ、とりあえず同族ならほら、まずまずこちらでカバーする。振り属性さえ引かなければなんとかなるんやこれのはず、わかんないけど、まあこれはもうやります。これ一択ですね。これで落とせるんじゃないかな。安くしておきます。これ後半ターンで2回目のターンでもう落とせるんじゃないかな。あ、やりすぎ注意。そうだね、これは勝ち申した。面白い。被弾。
私が抑える。632残っちゃったけど勝ち申した。これはこれは大健闘でしたね。はいはいはい、まあ、とりあえずここはフリ属性を引かないっていうことですかね。はい、ありがとうございます。ってことはこれあれかな、もう一組あのレオナサイドのところもあるってことか。レオナとジャミルでやるってこと。あーみたいだな。一応念のために冷麺出しとくね。変なの出ないか。大丈夫そうですね、はいはい、では行きましょう。観測バーチャー第一テスト完了。シミュレーター内で被験体のクールダウンを開始します。被験体 A、うん、C、E、バイタル正常、ブロット蓄積量すべて正常値内です。まあだいたい予想通りのステータスって感じですか。でも次のテストではどう数値に変化があるか。おー、バトルシミュレーターとラケ室システムの同期完了。第2テストいつでも開始可能です。じゃあサクサク次のフェーズに行こう。オルト、お願い。なんか口動いてるか両サイド。了解、バーチャルエネミーモードスタンバイ、ダイブスタート。スタート。あー、大食堂、そんなのもありなんだ。ここは大食堂。僕たちは一体何を。すげえ、完全にもう超次元 VR だ。ああ、ここにいたんだね、ロア・デュポン。これ再現してるってことだよね。リドルも一緒だったんだな。そろそろ寮長会議が始まるぞ。キッツキッツ、何これ。アズール、今日の会議で議題にするとおっしゃっていた件、資料をお持ちしました。 VR ジェイド、 VR ルーク、 VR トレイってこと。この人たちには何しても OK。 え、もしかしてこれ3、この3人と戦うのかな。どうしたんだい、3人とも狐につままれたような顔をして。うわぁ、何これ。俺たちの顔に何かついてるか。 いえ、何でもないわ。行きましょう。ええビル、行けないよ。そんなに無防備に背中を見せては。いやー、ルークさんはそんなことしない。ボットルーク、突然何をするの。うわ、ヴィラン顔だ。ジェイド、ジェイド、トレイ、どういうつもりだい。お忘れではないかな、この学園の生徒は全員寮長に挑む権利を持って。うわなるほど、そういう意味ではリドル君もね、1年生の入学したての時に挑んだんですもんね。自分がしたということはされることもあるってことよな。まあ VR だけど。学園長にはすでに決闘の申請を出してあります。うーわ、あんたたち、私たちを倒して寮長になろうというの。副寮長図、下克上だ。私はね、ビル、美しいものが好きなんだ。え？だから一度醜い行為に手を染めた君を美しき女王の椅子には座らせておけないのさ。ツイステ君、さっきまでルークのイメージがめちゃくちゃ株が上がるようなことやっておきながら、いきなりこれはひどいよ。いいぞ。え、いいよいいよいいよ、もうそこまで言うんだったら。だってこれ別に始めよう、狩りの時間だ。でもいつも通りだな。全力でかかってきなさい。なんか試験やってるみたいだこれ。え、でもこれ全力でやっていいってことでしょ。やるよ、どうせ相手 VR だもんね。火だから水火で出したいなって感じだけど。あ、制服か、これは制服なんだ。うーん、アズール、制服、制服か。制服であるならば、そうね、一旦目は一番威力が高そうなのは、ちょっと待って、誰がアタックだ。アタック値が一番高いのはビル、ビルとリドルがアタック値高いか。
ならこれかな。そうだね。か、もしくはこれ。いや、こっちだな。そうだね。しだして、2ターン目がこれですね。どうしてやろうかしら。罠にかかったね。甘いよ。さあ、どこまでいけるかな。ねえ、相手4万5千もあるのか。時間の無駄ね。おしまいにしよう。まあここも振り属性そんなに引かなければいけると思うけどな。これも5ターン制限バトルだから、倒せなくてもいい。うおー、これはそうだな。2ターン目がこれだから、ここはビルの方がアタック高いわけだから、ビルを出しておきたい。アズールの水って制服の場合はそんなに使えないということなので、2ターン目はビルで出しておきましょうか。どっち出そうかな。アタックダウンで出したかな。なんか同じだな。ターン目はこれ確実に来るってことが分かってるから。そう、あ、でもこれどっちも同じ。なるほど。どうしてやろうかしら。さあ、慎重にちょっとやらせてもらいますね。自分のカードじゃないっていうのがちょっと緊張するわこれ。お気に召し。しかも生配信で本番一発勝負。どうぞ。逃げ切れると確かにクリスマスカラーだったこれ。ダメね。赤と緑でね。あ、クリスマスカラーだったかもしれない、もしかしたら。あでもこれもうあんまり選択しないな。これ1ターン目火なんだけど、2ターン目が怖えな。これキー出される可能性あるんだよなってことも考えると、ここでアズールの水出しとか。これはもうお祈りで、お祈りで。お安くしておきます。どうですか。どうでしょうか。あー、来た。無駄です。反省したか。はい、ありがとうございます。引きました。まあ、振り属性引かなければええんで、そうね、1ターン目はキーで、うん、分かった。ここ来るって分かってるから、ここはリドルの6レベル水。分かった。じっとしてろよ。見ていられない。覚悟はいいか。うわ、準備いいか。やられた。見せて。あれ、これ逆だったか。はあ、退屈だね。火出されちゃいましたね。ここはお祈りだったんでしょうがない。あー、これ不安だ。なるほどな、水が余る構成になってんのか。うわ、これ負けたかもしんね。いいでしょ。さあ見てなさい。うわ、これ負けたかな。お安くしておきます。力になります。あんたにはもったいないかしら。どうぞ。これ負けたっぽいぞ。やめるなら今のうちです。でも途中の選択は間違ってなかったはずなんで、早めに水を消化しなきゃダメだったんだ。これはやられたか。いや、でもダメージ量の差で勝ってないかこれ。あ、そうだよね、ダメージ量の差では勝ちましたね。僕は誰よりも正しい。結局相手の方が HP が多いんで、初期値の HP が多いんで、結局最後の最後まで耐え切ったんで、これは勝ちと。危ね危ね。だから振り属性引かなければ勝てるという感じですね。わあ、面白い。自分のカードじゃないので戦うって結構新鮮だし、ちょっと不思議な感じ。はい、分析してください。どんな感じでしたか。結構危なかったね。あれ、結構気抜いてたら本当になんかやられてたかもしらん。第二テスト完了。シミュレーター内で被験体のクールダウンを開始します。うん。被験体 A、C、E、 バイタル正常、ブロッド蓄積量増加を確認、 68% 解析完了。ラケシスシステム同調率低下、残り 5%。 4、3、2、切断します。なんだなんだ。シミュレーター内でのクールダウンを全工程完了しました。被験体をヒーリングルームへ移送します。はい、よろしく。それが終わったら次は被験体 B、D をシミュレーションルームへ案内してくれる。了解。名門ナイトライブンカレッジの寮長の保有ステータス一覧、
興味深いですね。興味深いですね。私もです。僕も今そっちのデータを覗いてるけど、すごく面白い結果が出てるね。どんなどんな。各被験体の計測数値をモニターに表示。おお、だいぶブロットの溜まり具合に差が出てるね。あ、そうなんだ。ですな。まずリドル氏だけど。リドルって常日頃からブロット溜まってそうだもんな。っていうことじゃなくてってこと？とにかく魔法の発動スピードが爆発的に速い。魔力保有量も同年代の魔法師からは頭一つ抜けてる。ほう、なるほど。こういう風に解説してくれるのか。幼少期から英才教育を受けてるスポーツ選手と同じで、物心つく前から特殊な訓練を積んで人為的に魔力量を引き伸ばされてる。じゃなきゃこの数値は出ない。エリートというよりアスリートって感じ。アスリートって感じか。彼はバトルシミュレーション中も判断に迷うと魔法の出力を上げて押し切る傾向にあったよ。あー、なるほどね。すっごい細かく分析してる。これ多分本人もその癖とかまでは気づいてないところ多いんじゃない？押し切れるパワーがあるからいいけど効率は悪め。それにてかあれだよね、イデアってその元々のリドルのお母さんの話とかまでは知らないわけだからさ、なんか言い当ててるね感なんだね。出力に比例してブロットの蓄積量もかなり多い。解析データを見ると外的要因によってメンタルに影響を受けやすいみたいだ。うわ、第二テストでのストレス負荷が明確にブロット量に影響してる。そっか、ストレスを負荷をかけてみたんだ。うわ、なんてことしてくれてんの。魔法性能は優秀でも体力面と精神面が脆い。攻撃力が高いけど防御が神なピーキーステータス。はあ。いやでもこれさ、まさにじゃない？これってこれストーリー上の話でももちろんあるけど、リドルの両服ってマジでピーキーなんだよ。あの攻撃力はもう、あのアタック値で言ったらもう全カードの中でも頭一つ抜けてるくらい高いんだけど、あのその他の性能に関しては一切ないみたいな感じの、あれが両服リドルがこんな感じような、なんかまさにこれ両服リドルの話してますぐらいの感じね、ちょっと思える。もしリドル氏が MMORPG に異世界転生したらジョブは遠隔アタッカー一択ですな。あー、これしたらアズールはバランス型でビルはディフェンス型って言われるんじゃない？これピーキーというならアズールアーシングロッドさんも面白い検査結果が出てるね。お、そうか、そうなんだ。なんだなんだ。アズール氏は魔法の発動スピードは遅めだけどコントロールは的確。おお。ガンガン数を打って前に出るリドル氏に比べると周りを見て補助に回る選択をしていることが多い。おお。よく言えば落ち着いてて効率いい、悪く言えば他人を盾に時間稼ぎしてる。まあ利用できるものは利用するんだろうな。ということは一歩後ろから全体を見て立ち回るヒーラー系のジョブが最適かも。実際にアズール両服はもうあの優秀なヒーラー、まあバランスタイプではありますけれども、ヒーラーとしてめちゃくちゃ優秀ですからね、アズールは。全文同意。メンタルの立て直しが早めなのもサポートジョブ向きのステータス。あー、確かにサポート向きいっちゃう。そう、サポート向きだし、ディフェンス試験でアズール何回入れたかわからんくらい。でも使える魔法の多彩さに比べて魔力保有量が追いついてないみたい。あー、そうなんだ。だからこそじっくり使いどころを練る傾向にあるんじゃない？はあ、すげえ分析するじゃん。魔力保有量の少なさを頭の回転の速さで補ってるとでも言うのかな。はあ、イデアによる両服ステータス解説なんだがこれ。ユニーク魔法も魔法道具を一回かませたりしてて特殊だし。うんうんうん。アズール氏はとにかく身長第一って感じ。身長第一だね、本当に。リドルローズハートさんとは真逆の立ち回りだね。そんな二人がデュオ魔法。言えてる。で、最後にビル氏だけど。ビルはもうかなりこうディフェンスタイプ向きだし。組み合わせ次第でもあるしな。いや、安定してますな。ああ、そういう評価なんだ。魔力保有量、具現速度、魔法威力、すべての数値が高い水準を保っているよ。おお、うちの寮長。特別尖った性能ってわけじゃないんだけど、攻撃も防御も苦手がない感じ。へえ。確かビル氏はナイトレイブンカレッジに入るまで
専門的な魔法教育を受けていなかったはずだけど、才能なのかねこの辺は。まあ3年生と2年生の違いでもあるとは思うけどね、この辺。それを思えばなかなかの数値でござる。数値でござるな、イデヤシ。体力面も精神面も安定していて、ストレス負荷によるブロッド量への影響が少ない点にも注目したいね。あー、体力面も精神面も安定して、本当？5章、なお5章。これは絶対にタンクを務めてほしいステータス。やっぱりね、これディフェンスタイプだ。わかる。タンクは戦闘に立って敵と対峙しつつも冷静な判断でパーティーを導かないといけない。マジで両服のステータスじゃんこれ。ビルシェンハイトさんにぴったりのジョブだ。ビルシュのユニーク魔法フェアレストワンオブオールは持続型のデバフだから、うん、保有魔力量が多めで発動から消滅までの時間が長いのもポイント高い。お、本人と一緒に寝とげするのは嫌だけどこの3人がキャラクターとして登場してるゲームなら楽しくやれそうっすなそんな3人がキャラクターとして登場しているゲームが存在するんですか。ツイステッドワンダーランド絶賛ダウンロード配信中。へえ、面白い。ここなんかイデアがこうやって解説するの面白いね。なんか改めて言われてみるとさ、そういうステータスだったんだって。なんか我々が知ってるなんか彼らのステータスって結局さ、数値上というかカードとしての性能でしかあんまり知らなかったから、こうやって解説されるとめちゃくちゃ面白かったね。はい、あ、またバトルだ。一応念のため冷麺出してくれ。はい、うん、これはあれかな、今度はおじたん側かな。はい、待機的、あ、待機してる側ってことはおじたん側か、おじじゃみか。イディアシツイステッドワンダーランドやらないかな、おすすめだよこの二人って何会話すんだろう連れて行かれた三人一体何をされているんでしょうね。寝てる。虫か。別に構わないが。あのカイワレ大根喋りすぎだ。ん？え？カイワレ？カイワレ。ああ、イデア先輩のことですか。言われてみれば学園にいる時より口数が多い気がします。というかイデア先輩は寮長会議にもほとんど顔を見せないので、あくまで印象論ですが。そういうこっちゃねえよ。スデュークスは秘匿された組織のはずだろ。全然秘匿されてないよね、ここまでの流れ。守秘義務契約にサインさせたところで人の口に戸は立てられねえもんだ。理性を失ったファントム相手ならまだしも、俺たち相手にイデアは情報を漏らしすぎている。確かにね。なるほど、確かに。実はそれ以上に本当は隠してる事実があるとか、これはあくまでなんかカモフラージュでみたいな。それに俺たちを連れ去る時にもあのカローンとかいう鎧がかなり派手に学園で暴れていやがった。そうですね、スマホで動画などを撮影し拡散している生徒もいるかもしれない。情報を規制する方法について考えられるパターンはいくつかあるが、伝統的にそのなんか記憶を改ざんするみたいな能力持ったりするのかな。嘆きの島に連れ去られて帰ってきた魔法師はいない、うん、それが不穏すぎるよね。危険隊 D レオナキングスカラーさん、危険隊 D ジャミルバイパーさん、検査を始めるよ、僕についてきて。頑張ってね。はいはい、お手柔らかに頼むぜ。おじじゃみ、被験体 B、D、オルトと共にシミュレーションルームに入室。うん。各種データ計測準備完了。2200記録を開始します。帰ったものは魔法師はいないってことは、帰った時には魔法師ではないみたいなね。なるほどな。とかも考えられるよな。テスト用魔力測定ギア、各被験体に装着完了。それじゃあ。被験体 B、D の第一テストを始めるよ。了解。
バーチャルエネミーモードスタンバイ。これね、1時間ぐらい経ってるってことか。ダイブスタート。さあどうなる。これ最初は、最初はこれか。拡張戦闘モードを起動します。うわここ大変そうだな。今度2人だしな。力と牙以外にも戦う術はある。はい、では決まっていきましょう。まあ選択肢を間違えなければいけるはず。あ、この部屋は先ほどいた部屋とは違う。おお、洋服の技だ。魔法が使えるようになってる。なるほど、さっきつけられたヘッドセットが見える。うんぬんかんな。話が早くて助かるよ。それじゃあテスト始めよう。謎のパワーアップ。はい、では、おー、じゃあイラスト見ていきましょうか。おーこれ実装してくんないのかな。レオナ剣詐欺、へー、 HP 高、14000だって。高っ。うわー、もっと高い。ちょっと待って、17350。どんな性能じゃい。これは、はい、ジャミルこちらです。HP 高っ。これは多分実装されないわ。うん、この HP 値じゃ実装無理でしょうな。ということで、戦闘要因となるのはレオナの方かな。木と火と水と火ってことか。どっちもこれ不安なのは、どっちも6レベルのマジック2が火レベルってところだな。いいのかなそれで。相手水属性結構多めだから、これなんか大丈夫なのかな、ちょっと不安になるけど。火属性使うところちょっと考えなきゃいけないな。レオナ、これは一発目レオナかな。ガルッ、でもこれあれか。うん、まあでもいいな。そう、水属性出すかい、水属性出すかい、水属性出すか。俺もそうする。で、じゃあそうする。サポート展開。サポートは慣れてる。やる気か。わあわあ、こんなもんかな。とりあえずレジストで。ああ、よかったよかった。さあどうだ。目標を確認。確かにこれもうプレイヤーが検査されてるよね。これ普段ちゃんと試験真面目にやってますかって、カード剥奪されてもあなた戦えますかみたいな感じで聞かれてる感覚ある。これはね、まあ一発目キーでも出しておきますか。ワンチャン考えて。でここがジャミルか。ジャミルかな、ここは。俺もそうする。ジャミルがそう言うならそうだよ。あ、よりいいぜ。俺もそうする。支援。マジでカード剥奪されると思わんかったからな。あー、引いた引いた、水引いた。ほらそれはナイス。私が抑える。ぐっぐっ。さあ、どうだ。ヒドン、ヒドン、ヒヒヒドン。さあ、これは2ターン目ヒーで行ってみるか。ちょっとまあ4分の1かけではあるけど、というかヒーヒーで行くか。これヒが余りがちになるかな。うーん、2ターン目ヒーで行くとして、どうしよっかな。木が余りそうだからヒーで行くか。無属性相手にはこれ木が、いや待てよ、水腐りそうだな。これ水が腐るな。相手が木出してくるターンに自分が水しか出せなかったから なかったらだいぶ積むから。俺もそう。無属性相手は木を、あ、水を消化する相手として使った方がいいですね。奇策を取ろう。サポートは慣れてる。俺を見ろ。被弾、私に続け。俺を見ろっていうのいいよね。とっておきだ。被弾、とっておきだ。退路を塞げ。さあ4ターン。これもあれだよね、さっきと同じだよね。さ、制限バトルだよね。あー、ヒーキーかなこれは。相手が水出さないことを祈って、はいはい、そうだね。いいぜ。サポートする。おいしょ。やりすぎ注意。つまらねえ。わあわあ、結構いったんちゃうの。これでこちらに任せる。落とせないかな、こいつ。ああ、微妙に落とせなかったけれども、次のターンで落とせそうだな。これは勝ち申したと思うけど。いいぜ。正解だ。まあとりあえずこっちはね、
問題はもう一つの方だ。サポート展開。サポートは慣れてる。やる気か。次なんだろうな。てかてかこれラギーとカリム君が出てくるから、ストレス負荷テスト。すべてうまくいっただろ。ストレス負荷テストはカリム君とラギーが出てくるみたいな感じなのかな。ハレナ王子とか出てこないよね。はい、では次は問題のこちら、一応例面出します。大丈夫っすね。 OK、 では指令室と。第一テスト完了。シミュレーター内で被験体のクールダウンを開始します。被験体 B、D、バイタル正常、ブロッド蓄積量すべて正常値内です。ラケシスシステム同期完了。第2テスト準備完了しました。うん、はい、じゃあ次行ってみよう。次行ってみよう。了解。バーチャルエネミーモードスタンバイ。ダイブスタート。さあこっか。ああ、これはオジタンゾーンじゃん。オジタン、ガラス、魔法障壁、パリーン、ラギー君、アワワゾーン。うん、お、学園の植物園。おい、レオナさん来た。え、ねえ、ってことはさ、カリムがジャミルに牙を剥くってことじゃん。なんかラギー君がレオナさんにもあれだけど、カリムがジャミルに牙を剥くってことだよな、この後。ジャミル、やっと見つけた。置いていかないでくれよ。やめて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 。うん、4章の復讐みたいになるのやめて。悪い、カリム。レオナさん、魔法薬学のレポートの提出期限今日までっすよ。なんかこれあれだな、ステュークスにさらわれていく時のラギーとなんか同じようなこと言ってた。なんかこんなようなこと言ってたよね。今回は絶対に提出させろってクルーエル先生に。そうこのシーン、このシーン、今回は絶対に提出させろってクルーエル先生に言って展開だったよね。そして魔法障壁パリーンでしょ。レオナさん、何すんすか。 いきなりレオナから仕掛けた。すげえな、よくできてる。でもあの時はトレイン先生だったね。確かにそうだ。だからこういうシチュエーションはもうレオナにとってはたくさんあったっていうことか。俺の頭の中に干渉して記憶の中からこのラギーの映像を作り出してんのか。すごっ。え、一体何を言って。油断したところを後ろからドカンとやろってんだろう。そうはいくかよ。え、ジャミル、ちなみにってことはこのカリム、いかようにもしていいカリムってことになるけど、どうなされる。ああ、なるほど、やはりそういうことですか。それでこちらが動揺しそうな言葉を投げかけて揺さぶりをかける。確かによくできてます。よくできてます。いやー、すげえ顔しとる。ジャミル、どうしたんだよ、急に怖い顔して。なんかかわいそうになってきた。んじゃ、さっさと検査とやらを終えようぜ。はい。おお、なんかとりあえず平和に始まった。とりあえず平和に始まった。ここは俺の縄張りっす。力と牙以外にも戦う術はある。なんか急にカリム君が豹変して、ジャミル、じゃあなみたいなこと。お前のことがずっと嫌いだったんだみたいなことにならなくてよかったと本当に思います。これは、制服ですね。さっきと同じ感じか。これさっきと性能同じか。じゃあまあこちょっと待って、これ貴族性足りなくなんない？大丈夫か？これ貴族生ってことは 2,3 回しか打てないってことだよな。これ貴族生レオナしか持ってないわけだから。なのにもかかわらず相手水なのよ、強っ。ちょっと待って、これじゃあ貴族生の使いどころが難しいんだ。うわー、まあでもここ水出していくしかないよな。
さすがにここの局面で火出せんよな。なるほどね。奇策を取ろう。無理はすんなよ。サポートは慣れてる。まあここでおら見て一発からの、そもそも相手と14000も HP 差あるんだけど、見せてやろう。見て、ここだいぶ強そうだね。ちょっと2倍速していいっすか。もしかしたら何周もするかもしれないので、まあ見慣れた試験とあんまり変わんない風景だしね。ここは一旦目火属性ちょっと出してみようと思います。ちょっとあんまりよろしくないんだけど、本当だったら。でもちょっとね、火属性を出せるタイミングがあんまりないから、もうここで出していくしかない気がする。だとしたら始めようか。シャミルで出していくか。そうね、俺もそうする。無理はすんなよ。あーダメだった。力で俺を見て。さらにでもあれは一旦火属性出すしかなかったと思う。あれはね、賭けだった。完全に運ゲーだったな。あ、これは2ターン目火属性出せますね。始めようか。サポートはだって油断大敵っす。こっからどうする。見て。おっ、うわっ。かかってきた。まあここくらいしか出せない。うわー、これ一回引いちゃったらこんなに持ってかれるのか。回復要因いないしな。なるほどな。あ、ここ火出せるな。あ、てか結構火後半出せるじゃん。これ2回とも火でいくか。正解だ。いいぜ。油断大敵っす。うわ。前。優勝にしてやる。うわ、これは完全に負けかな。完全に今の1回引いちゃったら負けだったね。うわ、ここきつ。俺もそうする。まあそうだよね。さてこっからどうすんだ。朝にしない。面白い。うわー、足りんかったか。これ1回ミスったらダメだね。俺の勝ち。じゃあもう絶対に、まあでも火が余らないことは分かったから、これ普通にやっていけばいいんだな。普通にっていうのはなんていうのかな、火属性余るかもみたいなのは気にしなくていいってことだな。ここは俺の縄張りっす。力と牙以外にも、はいはい、戦う術はある。というわけで絶対に引かないマンでいけばいいんだ。絶対に引かないマンでいけば、ここは木。油断大敵っす。こっからどうすんだ。ダメージダウンとかアタックダウンとか入れられるのきついな。見て、それ。ヒーキーだね。はでもジャミリの方で出すか。奇策を取ろう。うわあ、それで水くる。さらにもう一発。面白い。それで水くるかよ。嘘でしょ。まあこれ次木だな。はいはい。ああ、さてこっからどうすんだ。いた朝にしない。だいぶ運がついてないな。まあでもさっきの取り返しのつかないダメージ量ではないかな。まあ、でも水、いやーでもこれ2ターン、1ターン目火出したいよな。これ水でいけるのかな。水でいくか。あ、いやこれ1ターン目火じゃないとダメだ。水だと絶対に悪い。分が悪いけど火水だ。考えたな。水だな。俺もそうする。無理はすんなよ。サポートは慣れてる。はい、うわ、オッケー。いくか。まあほら、くらえ。取っておきだ。うわー、今までの自分のカード使えないってきついな、ここ。始めようか。これは多分勝ったんじゃないのかな、ダメージ量的に。無理はすんなよ。踊れ。見て、見せてやるよ。ほら、どうだ。いた。まあ、ダメージ量的には勝ちですね。危ない。ほら、すべてうまくいっただろ。オッケー、ありがとうございます。お待たせいたしました。ではレースリザルト、2人の診断結果気になるね。レオナは両服で言ったら結構攻撃タイプ。いや、まあでもどっちも攻撃タイプな感じか。
腕組んでられるんだ、その状況で。はい、司令室。早い早い、二人ともシステムの構造に気づくの早い。確かに頭いいんで。レオナ氏、さては夢の中でもこれ夢だなって秒で気づくタイプでしょ。つまんないな。つまんねえ。ジャミル氏もストレス負荷がほとんど数値に影響してない。すごっ。まあ普段からストレスがかかってるのでは。なんでオーバープロットしたんだこの二人。あとビル氏。あ、確かにね。でもさ、なんで、いや、レオナに関しては結構前から言われてたよね。なんでこの人オーバーブロッドしたんだって。あの状況でオーバーブロッドはなんか急じゃないみたいな話は結構言われてたけど、それってなんかやっぱり裏があるのかな。そのレアであるはずのオーバーブロッドがこんなに品質するっていうこと自体がおかしいっていう。あれに、ラケシスシステム同調率低下、残り 5%。 4 3 2、切断します。シミュレーター内でのクールダウンを全工程完了しました。被験体をヒーリングルームへ移送します。はい、ふたふた4号テストの全工程を終了しました。だからもしかしたらそのオーバーブロッドとかブロッドの初期位置をみたいなものが誰かによって意図的に変えられた。ボツです。データのバックアップが終了したら各自上がって。了解。おお、でも慣れてるね。全被験体をヒーリングルームへ移送完了したよ。なんかさ、あれだよね、イグニハイド寮の寮生たち以外にこんな風に気さくに話しかけられるイデアし、珍しいって思っちゃう。みんなよく眠ってる。お疲れ様、オルト。兄さんもお疲れ様。レオナ・キングスカラーさんとジャミル・バイパーさんのテスト結果は？計測完了してるよ、今モニターに表示する。あっという間に終わっちゃったんだ。わあ、どちらも優秀な数値だね。わあ、こういう時ってさ、どうするんだろう。なんかジャミルってさ、自分のこの本当の力を隠して今まで学園生活やってたわけだけどさ、こことかで本気出したりすんのかな、わざわざ。レオナ氏は腐っても王室関係者っすな。幼少期から高度な魔法教育を受けてるのが如実にわかる。はあ、魔法の発動スピードも魔力保有量も非常に優秀。中でも出力の微調整がピカイチで、敵の攻撃威力に合わせて繰り出す防衛魔法はお見事。魔力の無駄遣いが少ない、つまり無駄なブロッド蓄積も少ない。おお、にもかかわらずじゃない。ストレス負荷によるブロッド蓄積値に大きな変動がないのもポイントが高いね。でもこれに関しては何とも言えないっすな。レオナ氏が外部要因から来るピンチに強いのは分かったけど、内部から来る怒りや悲しみの感情に強いかどうかは今回は計測できてない。ああ、なるほどね。なるほど、精神面が安定傾向にあるからこそ、大きく感情に波風が立つとき爆発的にブロッドの蓄積量が増える可能性もあるのか。あるのか。レオナ氏もビル氏と同じくタンクの助暴を務めてほしいステータスをしとりますな。しとりますな。本人の性格がリーダー職とも言われるタンクに全く向いてないのは置いといて、笑ってるやんけ。みんな性格と最適ジョブが絶妙に噛み合ってないところが SSR 前代未聞の問題児っぽさ満載。ワロスワロスワロス。じゃあジャミルさんは、ゲームならどんなジョブにつくのがいいかな。絶対広報式タイプとかじゃないの。ジャミル氏は、うん、どのジョブでもそれなりに立ち回れそうなんだけど、傾向としてはアズール氏と似たタイプですな。速度よりも効率に重点を置いて。はいはいはい。プロフィールを見るとジャミル氏もナイトレイブンカレッジに入るまでは専門的な魔法教育は受けてない。うん、やっぱでもジャミルのはなんか天才的な才能によるところが大きい。ガス欠を恐れてるのか、常に魔力残量を気にして立ち回ってる感じがある。はは、兄さん曰く、よく言えば落ち着いてて効率いい、悪く言えば他人を盾に時間稼ぎするタイプか。さっきのアズール氏ですな。ただ防衛魔法の発動だけはかなりスピーディーで的確。おお、カリム氏の護衛役だから
そこに特化してるとか。まあでしょうかね。じゃあタンクをサポートする近接アタッカーかヒーラーが最適ジョブかもね。なんでわざわざこの RPG のなんか魔法のパーティーのジョブにみんな変えるんだろう。さすがだな。ですな。初心者向けジョブと思いきや結構立ち回り難しくて上級プレイヤー向けのやつ。あーあるあるある。これ使ってみようかなと思ったら上級向けだったやつジョブある。誰が実装されてもジョブレベルを上げるのが楽しいゲームになりそう。なんでゲーム作りしてます。 RPG ゲームナイトレイブンクエスト悪くないかもね。実装してくれ。いいなそのゲーム、僕やってみたい。オープンワールドでさ、まず最初に7つの国があって。盛り上がってきたね。その話詳しくだけど。いやいや、オープンワールドってうちわ向けネタなのに開発コスト高すぎか盛り上がってますけれども、64キロビットのカセットロムなら考えてもいいけど。兄さんならサクッと作れちゃいそうだけどな。64キロビットって。まあね、でもめんどくさいからやんない。ねえ兄さん、今度マッスル紅さんとやってる MMORPG に他の寮長さんたちを誘ってみたら。ここでマッスル紅さん出てくるんだ。あ、そうですか。この点々は何？このねえ兄さんの前のこの3点リーダー2つ分は何？え、いや無理無理、急にどうした？ゲームなんて興味ないメンツばっかりでしょそれにステュークスに関わった人間は例外なくレテの川を通る。レテの川？ほう、それはそうと、アズール氏ならボードゲーム的なのやつになったら乗ってくれるんじゃ。レテの川は記憶からもデータからも僕たちの存在を消すことができるシステム。はあ、だからか。ティクスに関わった人間は例外なくレテの川を通る。レテの川は記憶からもデータからも僕たちの存在を消すことができると。だから情報漏洩なんか気にせずバンバンできるってことか。オルト君、オルト君、ちょ、え、この点々何ですか？この点々は何ですか？急に不穏。外界の生きてる人と親睦を深めようなんて考えるだけ無駄だよ。毎回の生きてる人と親睦を深めようなんて生きてるだけ考えるだけ無駄。どうせいずれ全部なかったことになるんだから。え、イデア退学？お前辞めるのか？何？急になんか不安になってきた。ねえねえ、ここで終わりとかじゃないよね？ここで終わりとかじゃないよね？まだあるよな？まだある？ある？ない？ある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 ？覚醒ロンリネス一人ってこと？そういえばさ、前回の前編の時も思ったんだけど、ブロッド溜まってないんだよね。今までのショーと一番違うのってさ、途中途中に5章以前だったらこの私がいつもワインこぼしたって言ってるあのピチャンピチャンピチャンみたいなあの表現がここまで中編も1まで来てるのに一度もないんだよね。これがなんかめちゃくちゃ気にならない？どうなるの？これもしかしてこの章はオーバーブロッドがない？なんだなんだ、だいぶなんか今までの流れと違うよね6章。テイクス研究室長。あ、お母さんだぞお母さんだぞって言ったのかと思って今。かわいい。ここはグリム？ VDC が終わってその日の夜に腹が減って、それからあー、記憶あるんだ、記憶あるんだ、記憶あるんだ、記憶が。俺様、なんで子分にあんなこと。リボン取られてる。
もしかして子分のことを引っかいたからここに連れてこられたのか。みんな連れてかれてまる。待て、この待ってろ、クリム、今助けてやる。おお、熱い熱い、ここ思い出すんだ。おま、俺らは手出すなって言われただろうが。あ、もう、クリム、くそ、でも足も出ねちくしょう。クリムー、こんな、こんなツイステ見たことない。黒い画面にいっぱいにクリムーって出てきたの、黒い画面に大きい文字で出てくるのって、あの、ガチャで SSR 当たった時以外に見たことない。あいつら、ボロボロだった。劇場版や。エース、デュース、エペル、コブン。コブンって名前にしとけば。俺様、もうオンボロリオには帰れないのか。あ、泣いてる。え、グリムってこんな風に泣くんだ。なんか泣けてきた。グリム、帰れるよ、大丈夫だよ。グリム、だから黒石食べるのやめなって言ったのに。はぁはぁはぁ、いやー、なんか持ってかれる、これ。ちょっと待てよ。うーわ、これどうなるの。しかも我々多分こっから、あ、え、海上フライト、え、一方その頃ですか。我らがフォムフィオーレ探検隊、一方その頃かな、これ。水なんか優雅なフォムフィオーレミュージックが流れてきましたけれども。青い空、暖かな日差し、今日は絶好の飛行日和だね。そんなのんびり飛行してる場合じゃないんじゃ。そうですね。そうですね。なんだか元気がないね、エベル君。長距離の移動で疲れてしまったかな。それもありますけど、いろいろすごすぎて。本当にいろいろすごかった今日。え？ルークさん家の別荘が全部、とにかくすごすぎて。その映像はないんですか？なんだそんなことか。気に入ったならいつでも遊びに来てくれて構わないよ。え、行きたい、行きます。あんなうだで別荘、気軽に遊びに行くのはとても無理かな。うだで監督生さんもそう思ったよね。ああ、急にエペルに話しかけられた。すごかったっす。今度はビルや元 NRC トライブのみんなも呼んでパジャマパーティーでも開催しよう。やろうぜパジャマパーティー。たまに兄弟が使っていることもあるけれど。兄弟、ご兄弟の話、うん、事前に連絡をしておけばいつでも使わせてくれるはずさ。ルークさんって兄弟がいるんですね。何人兄弟ですか？何人兄弟ですか？上に2人、下に3人の6人兄弟。だいぶいる。6、6人多いですね。豊作村のエペル君でもびっくり。これだけ人数が多いと顔を合わせるのは年に一度くらいだけどね。予定を合わせるのが難しくて。ああ、これ他の名前さ、ポーンとかナイトとかビショップとかだったりしないかな。そんなことない。だったらちょっと面白いんだけど、チェスの駒の名前に合わせてルーク。でも全員揃うととっても賑やかだよ。はい。
おかしいな。ルークさんのことを知れば知るほどより謎が深まっていく。確かに。いやだってついこの間までやってたハロウィンスキャリーモンスターズ族の方だってルークより意味わかんなくなったもんな。みんなこういう喋り方なのかな。エベル君、監督生君。はい。もう少しで ICU でカローンにつけた印が消えたポイントに到達するよ。 ICU じゃなかったね。 ICU だったね。あ、そこに嘆きの島が。 ICU。 ああ、加工してみよう。発音が難しい。ちょっと待ってな。 ICU。 お、会場だ。普通に海。あれ、島どころか浅瀬も見当たらねえ。やっぱり海底なのかなこれ。ルークさん、本当にここで合ってるんですか。なんか気圧がどうのって言ってたしね。間違いない、ここにビルたちがいるはず。ここだ。で、ここで終わりか。で、あ、まだ続く。あ、バトルだ。一応 A 面かも。え、これ普通にバトルかな。あ、普通にバトルだ。何？なんだなんだ。じゃあなんだこれ。ちょっと待ってね。相手全属性だ。結構本気でいった方がいい感じかなこれ。したら(笑)すいません、ちょっとあの突然のマレウスマレウスしてるんですけれども、こちらもじゃあちょっと本気出していきましょうか。ちょっと寮長図で行ってみます、せっかくだから。寮長図でゴディオ寮長図&エース編成でちょっと行ってみますか。かつて猛威を振るった全属性編成で、じゃあ行きましょう。マレウスパラダイス。はい、指令室。さて、残り半日。次の検査項目はと。もうええー、うん。異常が発生しちゃった。所長代理。これ、ルークたちバレた？はい。こちらイデアシュラウド。どうした？当施設が何者かに攻撃を受けています。攻撃？ルークたちではないよな。は？どういうこと？インビジブルシールドは？インビジブルシールド、かっこよ。シールドは正常に動作してるよ。外敵からの侵入は不可能なはず。え、ルーク？え、なんだなんだなんだ。現在カローン、ヘプタハンが出撃準備完了。先行して偵察ドローンが会場に出ております。了解。全ドローンの外部モニタリングシステムに接続。映像をモニターに出力します。ここルークか。会場、はい。ボンジュール、嘆きの島の皆さん。話しかけとる。私は美を求め、美を助く人呼んでルシャソウドアムール、ルークハント、ルシャソウドアムール。貴殿らが連れ去った我が盟友ビルシェーンハイトの気球存亡の時上、今ここに長谷さんじだ。これもしリアルタイムでビルが見てたとしたら、恥ずかしさで顔を打つ、あの伏せたのでは。ここドエー、ルークシー、ドエー。そりゃそうだよね、ここまで来ると思ってないもんな。なんでここに、っていうかどうやってここに、っていうかあれ攻撃って言うんだ。ヘプタハン、戦闘配置に到着。襲撃者排除します。タイム、排除したいけど排除しちゃダメ。とりあえず確保。うちの推したち確保される、確保されてまる。襲撃者を目視で捕捉、捕獲行動を開始する。カローン範囲との戦いか。あ、ビルさんたちをさらった黒い鎧の奴らが出てきました。ってことはルークさんの見立ては正解だったってことだよね。ルークさんのユニーク魔法、うだでー。いいかい、エベル君、監督生君、
ある程度戦ったらすぐに降参するんだ。私たちの目的は彼らに勝利することではない。え、全然勝利するまんする気満々で編成してきました。捕虜になって嘆きの島に入ることですね。オッケー。ウィ、あの空飛ぶアーマーの前ではこちらが圧倒的に不利、うん、まずは足場を作るよ。おお、雪が、海水が凍って浮島が、足場から落ちないように気をつけます。これでよし。さあ、愛と美のための戦いが今幕を開ける。すごいね、白雪、スノーホワイト感がすごい。さあ、ここは本気でやっちゃっていいっすよね。総員、え、めっちゃいるやんけ。全力でかかってきなさい。もうさっき全然暴れられなかった鬱憤をここで晴らさせていただいてもよろしいんでしょうか。ルークがいねー、ここルークいねーけど、もうひどくてぶつけちゃうわ。うん、そうだね、やってやろうじゃん。やる気、退路を塞ぐ。上等だってな。こちらでかまわない。デュオ魔法見せたいな、デュオ魔法見せたいな、デュオ魔法撃ちます。いいでしょう、許可しよう。リドルさん、では作戦の通りに。アズール、今回は君を信用し、確かにご満足いただけました。さっき作った氷とは思えないんだけど。準備はいいかい、アズール。もちろんですよ、リドルさん。さよなら。もう帰り道はないよ。お疲れ様でした。俺に勝てると思って。おじさん一旦目出たからね。はい、ありがとうございました。やっぱこうじゃなきゃな。はい、来訪クレイジー行きます。この辺りが最後かな、これ。もしかしてやっぱこうじゃなきゃ。ツイステは自分のカードで暴れるゲーム。でもさ、さっきの自分のカードじゃないやつでなんかちょっともう一工夫遊べそうだな。なんかゲームできそう。ここまでか。ここまでかって私が言ったら、ここまでかってルークが言った。いや、やられた。かわいい。何それ。無念、ガクリ。氷の上で倒れたのかな、絶対冷たいと思うけど。ありえん。ナイトレイヴンカレッジ SSR 前代未聞の問題児をさらに追加実装してくるとは。わお、太っ腹な運営さんでね。所長代理、捕獲した襲撃者の処遇はどうなさいますか。今の演技ビルが見たらどう思うでしょうか。ナイトレイヴンカレッジに送り返すことも可能ですが。でもなんでルークハントさんたちはこんなところまで僕らを追いかけてきたんだろう。なんでもなんもないやろ。連れてかれたからやろ。学園の教師や他の生徒を引き連れてきているならまだしも、偵察ドローンから送られてきた情報を見る限り周辺に生体反応は見つけられない。ヘプターハン、ルーク氏、いや、襲撃者は発信機や通信機を所持している。通信機はスマートフォンのみ所持。しかし3名とも電源が切られています。お、自分たちで GPS の追跡を無効にしたってことか。ってことはカローンハント交戦前にルークハントさんが、キデンらが連れ去った我が盟友。何これ、かわよ。ビルシェンハイトの気球存亡の時ゆえ、今ここにハセさんじた。オルト君ってこういうのやるんだって言ってたけど、もしかして気球存亡の時って連れ去られたことに対してじゃないのかも。あ、そうです、はい、もうビルシェンハイトという存在そのものの危機です、今。はい、で、例えばスキンケア。ビルシェンハイトさんが精神的身体的に何らかの重大トラブルを抱えているとか。おー、察しはいいけど、彼は芸能活動をしているし、
学園側にも伝えていない特別秘密事項がある可能性は 0% ではないよね。 0% ではない。いや、まさかそんな重要事項がステュークスの調書に記載がないはずだステュークスも見抜けなかった。ヴィル様のスキンケア事情聖者は生きたまま元の世界に返す。それがこの島の掟。掟。万が一を避けるためにも一旦ルーク氏たちから話を聞こう。どうせみんなレテの川を通るんだ。すぐ追い返しても話を聞いてからでも結果は変わらない。これレテの川のことオルト君は。いやー、そうだね。あやっぱレテの川とやらのことをオルト君はあんまり良しと思ってない感じがすごいね。なんだこの運営さん、これ中編にいつ来るんですか。まあ年越しでしょ。1月中にはせめてお願いします。オルト、ルーク氏たちを外周モノレールでヘカーテ地区まで移送して。おお、ヘカーテとかなのかなこれ。了解。エントランスゲート、エアロック減圧開始。オキアノスホールオープン。オキアノスホール。は？海の中から嘆きの声が。今のあみたいな何の音は？今のって再生できないのかな。あー無理か。嘆きの島ってまさか海の中に。ただいまより対象者の移送を開始。ブラインドスタン魔法を執行します。ブラインドスタン魔法。お、スタンされる。うわぁ推しに乱暴しないでー。最後にディズニー小話？そのパターン初めて。誰かが嘆いてる。メグ、メガラ。ゲームオーバーのようね。どんな変化球も通用しないんだから。ワンダーボーイってやつか。そうか、ピンとパニックで。そうか、ふふふ、きっとあいつにも弱みがある。誰にだって一つや二つあるだろ、ワンダーボーイにもな。ワンダーボーイの弱みを探ってきてくれよ。ご褒美はすごいぞ。お前が喉から手が出るくらいに欲しがっているものだ。そうさ、自由だ。なんでここでメグ出すの？自由っていうワードが重要ってことか、ここ。はあ！それは本当の自由なの？弱みにつけ込むのは良くない。すごっ、こんな途中でディズニー小話挟むの。君らさ、リアルはゲームと違って気軽に生き返れたりしないんだから、あんまり無茶な真似はしない方がいいと思うよ。代理とはいえ、ボスが拙者じゃなければみんなまとめてあの世行きでしたぞ。拙者って。すごい、海の中に街が。おお、見たことない背景だし、ギリシャのなんか神殿っぽい感じがすごいね。ああ、私たちは本当にたどり着けたんだね。学校の授業で習わなかった、あの柱。すげー、これが嘆きの島に。もうまさしくオリンポスみたいな場所ですかね。
全くイデア氏の話聞いてないけど、あ、これ終わりか。終わった。これで終了か。うわというわけで、ツイステッドワンダーランド6章冥府の番人中編1、ここまででございます。いや、これさ、一回見ただけではちょっとなんか消化しきれないくらいの情報量が来たから、また後日、ちょっと年明けになっちゃうかもしれないけど、また後日ちょっとツイステの6章をこれ2週目やるか、なんか考察しながら見る回みたいなのまたやりましょう。これ新情報がめちゃくちゃ多いし、まあ多分だけどディズニーの元ネタになってた部分も結構多かった気がするね。うわー、面白い。これですよ、我々が求めていた、我々って言ったらあれか、私が求めていたツイステはこれですね。いや、おもろい。やっぱね、そのまあディズニーの作品でいうところのヘラクレスとかだと思いますけれども、のなんかちょいちょいね、ハデスじゃねイデアがね、ハデスのセリフをちょいちょいっぽいのをね言ってたりとかしましたし、これメガラが出てきたのは、なんかメガラはやっぱりこう自由がを求めてみたいなのありますけれども、イデアって前も言ったんだけど、ハデスにあんま似てないところあるって思ったんだよね。ハデスってコミュ強なんだよ。人と話すことに関してはめっちゃ女の子口説きまくるし、全然見ず知らずの人にはいとか言ってなんかいきなり話しかけることできるし、その点においてはイデア氏とあんまり似てないな。外見的にはめっちゃ似てるけど、喋り方もとは思ってたんだよ。なんかその辺ってやっぱりメガラの関係があったりするのかね。いや、面白そうだよね。中編にはこれいつ来るんだろう。中編3とかまである。これだって中編で1、2やで。これ次いつ来るんでしょうか。マジでまだ告知されてないよね。年明けとかに来るのかな。少なくとも1月に見せてほしいしな。いやー、これめちゃくちゃ楽しみです。はい、というわけで、まあ今日はこんなところで。いやー、それクリスマスの夜にありがとうね。むしろ、はい、なんかクリスマスの夜に、お付き合いいただきありがとうございました。みんなもきっとね、きっとね、こうキャッキャウフフなクリスマスの予定がね、本当はあったのに花やらのね、配信にね付き合ってくれたんだもんね。ありがとうな、わざわざな、予定開けてくれてな。うん、というわけで、楽しんでいただけましたら、ぜひ高評価ボタンをポチッと押していただいたりしていただけると嬉しいです。あとは今日初めましての方、ぜひチャンネル登録をしていただけると、ありがたいです。チャンネル登録10万人を目指して頑張っていきたいと思います。それからツイッターのフォローなどなどよろしくお願いいたします。そして明日12月25日は、今日はねちょっとこれいっぱいいっぱいだったんでやれなかったですけれども、明日はイデア氏両服の、ちょっとこれじゃあ画面戻りますか。これ、あ、これちょっとさ、最後一回引いていいかな。今日まだこれ引いてないので、あ、通常評価も、あ、やばいやばいやばい、今日中にちょっと引いちゃおうか。まずちょっと通常評価、評価ってなんだ、通常召喚一回失礼します。これ明日イデア氏ガチャ、両服ガチャやろうと思うので、明日も21時ぜひお付き合いいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。いや、イデア氏の両服いいよね。ずっと欲しかったんよ。闇の鏡に導かれし者よ。ついに手に入るということでめちゃくちゃ楽しみです。はい、1例目でイデア氏が来た。私の配信見ながら花浦神社お、あ、イデア氏、うわー、これ通常召喚ですよ、これまだ。はい、ありがとうございます。あと10分もない。今のうちに引かないと。はい、というわけでお待たせいたしました。イデア氏ピックアップ。初めての1回目。いきます！まあ、これで出たら明日の配信はなしかもしれない。まあでも明日は200連ぐらい引いてみようかな。両服久しぶりだし、久々の両服だしってこともあって、200連とかやろうかな。ちょっとまだ考え中ですけれども。どうですか？ですよね。闇の鏡に導かれし者よ。ひー。明日どれぐらいで来るかな。ちょっと明日はね、結構やってみようかなとは思ってます。マレウスありがとう。問題児排出ガチャになりましたね、今日からね。はあ。というわけで、じゃあちょっとこの画面で明日向かいましょうか。
明日の、じゃあイデアシピックアップガチャ21時からでお付き合いいただければと思いまーす。では皆さん、良いクリスマスの夜を。おつかのーん、おやすみなさいませ。そしてメリークリスマース。あー、いや、いいもん見せてもらった。ちょっとこれじゃあ最後に、スパチャを読みさせていただこうかなと思います。よいしょ。はい、カノさんの配信見ながらガチャ回して30連目でイデア君を迎えできました。ありがとうございました。カノンさんも明日お迎えできますように。はい、明日もう早めに来ていただけると信じてます。あ、いや違う、明日は問題の両服だ。違う、違った。皆さん、ショート動画でもご覧いただいた方いるかもしれないですけれども、私オルト君のガチャイデアの両服を犠牲にしてアズールの契約書で召喚したんで、明日は絶対やばい気がする。問題のそうでした。ちょっと震えてきた。ルークは本当に素晴らしいですよね。今日はもうルークの素晴らしいところたくさん見れた。ありがとうございます。エペルの素晴らしいところを見たし、もうみんな素晴らしいよ。ありがとう。カノンさん、ポムの清掃切れて成仏仕掛け記念成仏仕掛けた。これね、前にね、結構私のあの花色アートで結構ポムフィオレの服着てる私を描いてくださる方結構多かったんですけども、今日なんと晴れて着ることができました。ありがとうございます。勝利おめでとうございます。はい、ありがとう。勝てました。ちょっと途中で結構大丈夫かなと思ったけれども、なんとかいけました。はい、というわけでまた明日お会いしましょう。おやすみ。またな。